いただきやるわこんんばはいや、しこんばんはここんんんんばばはははい世界一こんばんはこんばんは初めてはじめましてこんばんはんばんはじめ,、ね、め,めましての人もいるんだこんばんは世界が俺を待ってるからねもう服装も世界地図になってるわこの服かっこいいよねけどこんばんはこの服装かっこよくないそうこの服めっちゃかっこいいよね 普通に古着屋で買ったやつなんだけど。お茶バックありがとうごいす。いや、世界がね、スポーティファイのグローバルランキングおめでとうございます。いや、すごくないいや、あこん,んは。海賊王みたい。いや、海賊王になりたてだから。チャート、今世界中で、あの、僕の曲がねあの、チャートランクインしてるんですよ。こんばんは。すごすぎ。 なんかワンピースの仲間みたい。あ、いや、仲間なんか突き落としてるから。精神薬改ざんす。俺がむしろ主人公だから。うん。世界中の人が聞いてる。いや、世界中の人が聞いてるから、やっぱ進撃の巨人がすごいんだよ。なあ進撃の巨人っていう巨人コンテンツが、もうそれに乗っかればさ、ああもうこうなるってことよ。こんばんは。やっぱりのこさんすごい。いや、俺もすごいけど。精神薬改ざんす。いや、俺もすごいけど、 いやー、コンテンツありげでしょ、これ。めちゃ金持ってそうな服装。お茶バグイズなんす。いや、お金ください。検、は、索、い、は読んでるんですか当たり前だろ。検 <laughs> 索読んどるわ。進撃も新生かまっちゃおう、どっちもすごい,、はい。こんばんは。いや、みんな何してる僕なんかさ、テレビでさ、今、あのー、対象レコードを見てて、こんばんは。テレビずっとつけてて、 あの、テレビ大賞がやってて、それで、なかなか虚しい気分になってた。うん、進撃の巨人、仕事してた。ヒカキン見てた。今からコンビニ行く。精神薬あイザンス今、スシロー食べてるよって、お前店食ってんのかよ。うん、怪物じゃん,、うん。化け物、化け物じゃん、お前。スシロー、スシロー食べてんのテレビつ,つ、つまらん。巨人だ。巨人。 今日も仕事ですって。これから銀玉見る。またねー。<laughs> お茶はガイザンス。シューマイタべトよ、こんばんは。で、答えなって300万円で対象変えるからな。え、それマジ <laughs> そ,れそれ知らないんだけど。<laughs> 安くね <laughs> ?300 万 <laughs> 嘘でしょ、それ。安く、さすがに安くね <laughs> いや、わかんないけど、そんな賄賂があるかどうかなんて僕は何も知りませんけど、本当に。セシやガイザンス。 ワイロがあるなんて俺知らないけど、あ <laughs> るにしても安すぎだろ300万円って。<laughs> ああ<ー> <laughs> 何知らない知らないほんとに。お茶バぐらいザんすあ、なんかそのネットニュースで昔なんか、なんか見たことあるけどさ、知らないよ。うんそんな、イグザイルはかっこいいじゃん。俺イグザイル普通に好きだよ。はい。ノミネートの、ニーズは300万イズ。イグザイルの人たちはほんとにいい人、いい人たちだわね。曲もライジングさんも普通に曲だし、3代目 J、 えじゃ三代目の人たちに僕、会ったことあるんだけど、普通に、あの、同じ、ね、あの、印西市出身で、まあ、近所住んでた人いて、三代目のメンバーで、すごい、それで、のこさん、あ、僕も大好きですって、憧れてましたって言われてさ、ねえ、俺に憧れて、なんでお前、ね、EXILE メンバーなんだよって思ったんだけど、EXILE、いや、礼儀正しい、いや、けど、本当にね、素晴らしい正しです。はい。団長出身おる、おる、おる。団長出身おる。名前を、えっと、誰だ、誰でっけまあまあ、三代目の方。 はい、目充血してる、泣いてたよ、はい、だからレコード大賞見てあの普通にすごくね、虚しい気分にねいやー、なんか、いやなんかもう世界が違うんだなってやっぱ、いやいや別にそれ皮肉で言ってるわけじゃないんですよ、僕は花千やさんす、あのね、僕ね、あの皮肉で言ってるんじゃないですよ、あの、だって僕はだって実際、世界が違うじゃないですか、今晩は、世界が俺を待ってるじゃないですか、僕今。だってちゃんと 全世界ランキング、あのー、入ってるんだよ、今。やばくないなんで泣くのえ、すごい、嬉しくて。三代目にかまってちゃんに入れて、見とけばよかったら、凄す,すぎ、こんばんは。えー、通信規制、本当にすみません。あ、全然全然。また戻ってきてください。ジブリの新作って何それ何それ華やかな世界。いや、華やかな世界でもいいんだけど。俺が一番華やかだから、今。すごいよ。ワールドワイドだよ。立ってる世界は違う。いや、そこまで言わないけど。いや、レコード大賞も素晴らしいですよ。 うん、レコ、レコ体も素晴らしいっすよ、うん。そんな僕はそんな嫌なやつじゃないよ。ええー、と、凄す,すぎる。世界のカマッチャ。これは時代来る。うーん、デーハーで。ええー、と、マダガスカル、どこえー、どれくらいすごいのこれくらいすごい。うん、とんでもなくすごい、これは。いや、そもそもだってさ、進撃の巨人のこの主題歌はさ、決めたことがすげえよ。そもそもが。うん、朝、死あった、そうだ、そう。 俺なんかびっくりしてジャンプ、ジャンプして起きた、朝。うん。お茶バッアイザンス朝なんか、あのー、朝、朝、なんだっけあの5、うん、5度ぐらい、ね5度ぐらいの、なんか、地震があった。うん。めっちゃでかかった。耳に残る、新鮮、日本が誇るバンドです。びっくりした、びっくりした。じゃあジャンプしたよ、マジで。精神薬アイザンス、気持ちが。気持ちがめっちゃジャンプした。ほんとにすごくなんか、あのー、揺れた。千葉県地震あった。いや、結構揺れてる、朝。うん。 めちゃめちゃこっちが寝始めたのに、精神薬イザンス9時頃の、そう、俺がだいたい朝8時か9時ぐらい寝たから、寝始めたと思ったらそれがあったから、なんで今日は夕方の4時ぐらいに起きました、精神薬イザンスその後寝た寝た、夕方4時ぐらいに起きて、そこからずっとぼーっとしてる、はい、怖かったです、あ仏ぼっとしてはあれなんか一応、なんか作曲部屋こもって編集してた、はい、真面目に。 曲の,曲,曲の編集してましたよ、曲作りじゃないんだけど、なんかトラック整理みたいな、震度4なんだ、結構でかいね、震度4だったんだ、最近また地震多いっすね、南海トラフがくるくるなんかね言われてましたけど、ねトラック整理、いやまあまあそういうのたまにしてるんですよ、地震長がらで地震怖いね、年末年始っていうこともあったのかな、ねなんか年末ってこともあったのかな、なんか年末ってこともあんのか分かんないけど、気持ち的になんか整理しようと思って、お茶バグアイさんす。 進撃の何あのー、データ整理。そう、偉いっしょデータ、そう、データ整理ちょっとした。俺いっぱいなんかさ、もうさ、アイコンがぐっちゃぐちゃになってるからさ、その Mac。作曲、パソコンの、作曲してるパソコンの、アイコンマジで、まあまあ、ぐっちゃぐちゃなのよ。<laughs> 本当に、フィーリングで曲バン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 作るから、こんばんは。そうそう、プロジェクトが、曲のプロジェクトがもう、ババ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 っていっぱいあるから。あーえっ、ー、と、だろう、う効率が落ちる。 お茶ばか初めてした。あイザンういます。データ整理偉いね。そう。年末だから。そう。めっちゃ画面ぐちゃぐちゃだもんね。そう。画面ぐちゃぐちゃだからさ。こんばんは。デスクストップ埋まってんの。見たらそうなんだ。データの大掃除。まあまあ、そんな感じで。明日は部屋掃除しないしないよ。明日は年越し配信するよ。みんなと向き合うよ。ちゃんと。お疲れ様です。明日は年越し配信夜10時ぐらいから、やるけど。いやー、なんか、やっぱメンバーに会いたかったな。うん。 メンバーと会ってやりたかったの俺は忙しいねすっきり片付いた、うん、すっきりこっきりやったよ楽しみ、うん、昨日もあのちゃんと久々に話して嬉しかったよ、うん、突然だってびっくりしたけどマジでお茶場ぐらいのそう昨日あのちゃんとあのちゃんのコラボをキャスに上がったんだけど <laughs> あれいきなり突然誘い来たからマジで、うん、びっくりしたね寂しいいや寂しいよ残念だねいやー寂しいっすよ、うん、面白かったあのちゃんいやあの相変わらずお兄さんだったって アイカーザあのちゃんペースでしたね。お茶はカーザです。あのちゃんともけどね、またね、あの今昨日も言ったけど、またちょっと対バンとか、まあまあコラボね、コラコラボねちょっとまたねしたいね。ああ誘われたうん可愛かったオロオロして録画見ました。二人とも可愛すぎた。ああのちゃんの子ちゃんってことでね。いやー非国民的ヒーローそう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 。まあ楽曲提供でも全然してしてもいいんだけどね。お風呂好き。うん。 あのちゃんしか、あのちゃんとの、ソロでアイドル、いや、アイドルじゃないっしょ、もう、あのちゃんは。うん。シンガーソングライターみたいな感じじゃないようつべで見た。うん。アイス、あのさんをご存じない人もいるのあ、お茶バックアイルであのちゃんって何キングヌー。キングヌーの話はもう知らない。知らない。<laughs> 知らないよ。井口くんの話は特,特に俺は知らないよ。えーと、楽曲提供を誘う。 久々にあんな、まあまあ、とりあえず昨日は楽しかったね。はい。鼻の下伸びてた、はい。伸びました。アーティストかな。えー、歌う3人とも、3人の国民的ヒーローを聞きたい。隊長、そう、隊長と、お子さんが変なの隊長とあのちゃんと僕ちゃんで、あのー、本当はだからさ、ネタバラシ、まあね、本当コロナで亡くなっちゃったんだよ。なんか、なんかフェスで。そうそう、ビバラ呼ばれててさ、ビバラ。うん、ビバラ、実は。 僕ちゃん、僕ちゃん、僕ちゃん、僕ちゃんって何をそんな受けてんのすごいね、みんな。うん、笑いの沸点低すぎない <laughs> 年末だから。幻の。残念聞きたかったな。残念ね。懐かしいね、ギター侍。うん、残念もったいない、聞いたかったな。ね、いや、でも毎日、いつかまたや、やるとは、隊長ともね、非国民的ヒーローまたね。いや、なんか、ま、ま、今日対話したい、ほんと。あのちゃんも隊長もそうですけど。またね。 いろいろ、ヤバティとか、いろいろな方々と、対バンを待たしたいですよ、対バンもね。箸が転げても笑うよ。あー素晴らしく、心身です、はい。皆さんね、素晴らしき心身ありがとうございます、今年も。はい、あのうちゃん歌ってんの聞いたことないから聞いてみたい。えー、ギター侍、来年こそは、そうだね、そうです、来年こそは。あのー、ちょっとね、みんなともね、あの、東京都民の方は、地方から来た方もいらっしゃると思いますけど、NG フェス、改めてありがとうございました。あの、これ、 あの、見てくれた人も、ツイキャス。年末かんないよ、こんばんは。いやー、俺ちょっとやっぱね、見れないんだよね、ちょっとアーカイブ。<laughs> なんか、やみそうで。<laughs> いやいや、見たい。いや、みんなさ、リップでさ、画像送ってくれてすげえ俺イケメンに映っててさ、あすげえそう、そうそうそう。なんか別に、声も別にわ悪くなかったし、出たと思うし。いや、声は、まあまあまあかな。声量、まあまあ。うん、なんでですかあんな最高に。 いやーやっぱ個人、やっぱ客観と主観は違うよ。やっぱ俺ちょっとなかなかね、なんかイライラし、だから一気にメンタル落ちちゃったから、途中で。なんか知んないけど、なんかたまにあるんだよ。本人が30点評価だと厳しいね。うん。いやーそれで別に、落ち、落ちるだけならまだいいんだけどさ、やっぱ当たり散らしちゃったからさ、そうそうそう。まあ、特にスタッフとかにも。うん、あんなに怒ることなかったからさ、俺もさ。だからそ,そう、あれは空回りだね。 完全なる。なるほど。いや、なんかね、いや、緊張感がなくなったとかじゃないんだよ。逆にちょっとね、俺もね、ピリピリいや、俺ね、ピリとして、そうそうそう。いや、でもね、ちょっとそれはメンタルってとこもあるんだけど、め、ちょっと切れた。いや、ちょっと、途中、ちょっとじゃない、切れた。<laughs> いや、なんで切れたのかわかんないんだけど <laughs>。鍵でスタックに手あげたら <laughs>、鍵で開げるわけねえの。表で上げるわ。てか、手なんてあげねえわ。手上げたら俺がむしろ骨折するわ。 うん、あ、てか、手、手さ、まだ痛えんだけど、な、何したかわかんないんだけどさ、俺さ、うん、パワハラ。いや、普通にさ、痛えんだけど、まだ。やっぱ、日々吐いてると思う、これ。うん、ギター、多分、ギターがなんかさ、やっぱあれ消えたのいや、なんか、違う、消えたっていうか、いや、俺、メンタルが本当にいきなり落ちる人間だから、いきなり配信中でも何でもいいんだけど、日々。うん、晴れ、いや、晴れてる、まだ。だから、日々吐いてる。手刀じゃない めちゃキレてた部分あったような。え、だからそう、キレる。それはもうね、ちょ、反省してますよ。まあ、日々反省ですよ。反省してもまたね、どうせ同じこと繰り返すんだよ、俺は。でも、反省は大切だよ。同じことを繰り返すと分かってても、こんばんは。ああ、いや、でもね、やっぱね、やっぱ、ベイキャンとはまた違ったね、感覚。お茶バグアイザンス。うん。いや、なんか俺、前回の配信でも言ったけどさ、やっぱ、中途半端なセックスっていう感じもあったわけよ。なんか、俺、慣れちゃうな、な、なんか慣、慣れ、慣れ、やっぱ、ね、馴染めなかったまだ。 最初。俺、ほんとにね、最初はね、な、な馴染めなかった。唾飛ばすし。いや、なんかね、馴染めなかった。やっぱ、お互いそうだと思うけど、やっぱ、みんなも来てくれたお客さんも。やっぱ、そう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 。うーん。こ、そうそう、お客さんもそうだったと思うけど。俺、だから、多分これ何回か繰り返せば多分もう大丈夫なんだけど、ね、そうそうそう。それが NG フェスだったからさ。燃え、燃え尽きないか。いやいや、ちゃんと燃え尽きたよ。最後はもう、そう、最後のもうアンコールで、うわーってなって。 もう最後でも巻き返したから俺は。最後で。探り探りみたいな感じ。そう、最初はなったね。もう最後ぐらいになったら別にもうツバ飛ばしても嫌いいみたいでさ、それは思ってないけど、まあまあそんなこと思ってません。あちゃんとね、マナーとルール守ってね、やりきりましたよ。来年ツアーしたら違う。違うと思う。ちゃんとね、来年はちょっと初め。まあ来年は多分ね、ツアーしたとしても、多分 NG フェスみたいな感じになると思うんだよ。しばらくは。あみんななんかお手上げしちゃダメですみたいな。 あ、手あげるだけです、みたいな。あ、NGFS みたいな。あんだから、それでも、俺も、その、そうそうそう、慣れれば絶対大丈夫。そう、慣れれば、そうそう、大丈夫。ちょっとね、うん、現実ってちょっと夢も、あみんなからして、あ、これが現実、だからまあ、久々にけど、お互い顔見れたから、それがまた、それは嬉しかったよね。俺もそれでなんかすごい、感やっぱ、それで俺さ、本当に泣いちゃったからさ、マジで、こんばんは。なんか、久々になんかさ、 いや、ベイキャップもあったけど、なんか久々になんかさ、なんかうちのさのファン集めて、こうなんか、なんかね、配信とかもなんかいろいろ含めてなんか、いや、俺ってすごいなんかさ、ね、情がある男ですよ。はい。いや、なんかすごいなんかね、そうそう、グッと来ちゃって。ぜ、はい。バッと来ちゃったけど、グッと来ちゃって。ね、最終的に。涙もろいよ、僕は。感動、感動だよ。泣くよって何が。光の言葉でも泣きそうだった。一曲目じゃねえか、それ。一曲目では泣きそうだってね、俺。うん。いや、でもとりあえず、 いやー、世界がね、あの、僕を待ってるってことでね。はい。今日暇だからちょっとね、何もネタない。ね、まあ、いつもネタないけど。でも暇だからちょっと俺ね、あのね、僕の清掃のカバーとか適当にちょっと見、見に見ようかなと思ってる。うん。ちょっとまあ、い、あ常々、ね、やりたかったから、この配信。今年中にあると分かった感情豊かです。皆さんかか、ッカーがいや、でもほんと NGS ね、ちょっとね、いろんなピリピリしたとこもありましたけど。<laughs> はい。ちょっといろいろな、でも、まあまあ。 いろんな曲やれてよかったっす。はい。なんでも、まあまあ、とりあえず会えてよかったよ。みんなと。久々に。うーん。千葉際は天国にいません。はい。頑張ってると思います。どっかで。見たい見たい人に。それも思い出だよ。あ結果往来。手がし。だから僕もちょっとアーカイブじゃあ見よっかな。お茶バックアイザース。この配信終わった後ちょっと見よっかな。うーん。俺、この配信終わった後お茶バックアイザース。この配信終わった後ちょっとアーカイブちゃんと見よっかなあ。ただで。俺はただ、あの、主演者だからただで見れるから。あ裏口入学で。はい。 ちょっと見よっかな。うん。羨ましかった。ゆっくり見ますわ。酒飲んで。私も会いたい。会いに行きま、会いに、今会いに行きたいです。はい。皆さんにツアーしたいです。来年こそは。なんか、なんとかしてくれよ。ほんとにさ。ね。沈惑で。お茶バグらイズなんす。マスクでジャンパー酸欠だった。<laughs> ね。でもまあ来年はけど、やっぱ、あの、そんな感じだよ。絶対。 ツアーだからツアーできたら沖縄そう沖縄でもどこでもいいんだけど、そそうそうツアーはできる、だからね、まず東名阪から多分すると思うんだけど、ねうんね、すると思うんだけど、そうそうそう、多分でもやっぱ、あのやっぱね、あの新生コ,コ,コロッてちゃんみたいな、コロナのやっぱね、感じの、あのあとなんか、間々挟んだライブになりますよ、間々挟んだライブ。 喋っちゃダメ、叫んじゃダメ、暴れちゃダメ、ダイブしちゃダメ、ステージ上がっちゃダメ、あれダメ、これダメ。あでも、それでも、関西来てほしいです。まあ、それでもけどさ、うん、生々しい、ね、ものが提供できるっていうのが我々、我らの課題ですから、うん、それは僕た,僕たちのね、演者側の、はい、ち我々、新生かまってちゃんチームとしての、はい、課題ですから、精神薬アイザンんす。 だからそこはちょっと、あの僕もちょっと反省もあり、NG フェスの反省もあるんで <laughs>、ちょっといろろなことでまた、ちょっと練習します。はい、練習します。いやーでもいろいろほんとスタッフさんもね、お疲れ様です。はい。はい、スタッフさんもね、ちょっと、今年、お疲れ様ですわ。ライブチームもね、いろんな頑張ってくれてよ。まあ、パイフとも、みんな。野茂さん、体調どう体調体調抜群ですよ。はい、お茶ばックアイんです。ほんとに、ね、ここに、 ヒビ生えてるだけ。うん。ロックンロー鳴りやまない歌う時に鳥肌が立った。その前から鳥肌立ってくれよ。まあ、いいや。あの、ヒビが多分生えてるかもしんない。マジでこう、手。痛いもん。普通に。新しい時代。2021年。てかさ、つるぎさんすごくない <laughs> <本当> <laughs> まあもう、あの泥人形すげえなって思ってさ、やっぱさ、ねえ。さっきも立ってテレビつけてさ、UNEXT の CM? うんあ。知らない人やっぱいるか。 剣さんって泥人形みたいな人間がさ、いるんだけどさ、それが新聖かまってちゃんの元マネージャーまあ言ったら、ただのマネージャーなんですよ。あ元々家がなかったよあ。夜逃げして家がなかった人なんです。その後に新聖かまってちゃんのマネージャーになって、そっからさ、大出世してさ、まさにシンデレラストーリーみたいな感じで、大出世して、なろうですよ、なろう。リアルなろう。ね、アメリカンドリームで、本当だよね、泥人形からだってさ、 ね。もうだって今 CM 出てんだよ。俺もう耳を、耳と、み、み、と目を、耳耳と目を疑ってるよ。し、し、奥様も、だから、すごいよね。なんか、今じゃ、松坂うん。またよしさんみたいマジか、すごい泥人形からだ。いや、すごいよ。CM 出てんだよ、今、つゆさん。結構流れてるよ。その UNEXT の CM。そう、CM 出てんだよ。<laughs> いや、みんな多分見てるんじゃん。いや、だって普通に結構流れてる。UNEXT の CM。 うん。つさんが、ノコを踏み台にしたのか、びっくり。いや、踏み台っていいか。いや、鶴木さんは、いや、あれは多分もう、自分の才能だよ、もう。踏み台と姿生かもちゃもう関係ないもん。自分だって漫画書いてさ、それで映画化されて、んで、もうあと人間力でしょ。あの人の、愛嬌、愛嬌。うん。いや、やっぱけど、鶴木さんとかね、ノコさんとか、まあ、見てるとさ、やっぱ、仕事とか、人生って愛嬌だよな。すごいな、多さやん。 もうよく笑うことだよ。嘘でも。うん。ヘラ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 。あん。ヘラ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 さ。知 <laughs> ってりゃいいんだよ。うん。ツイッターも時々バズる。あ、つ、つるぎさんね。愛嬌か。うん。ヘラヘラ。ああ、つ、あ、これね、YouTube の球場。愛嬌そう。つら、確かにそう。愛嬌ない、うん。俺も別にだってヘラ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 だってさ、心では笑、笑ってんの、ね、にヘラヘラ。ヘラ,ヘラしてる,て,てる。だってこれはだって俺もうクだもん。あん、小学生からの。 とりあえず、もう、あの、笑ってればいいっていう、それがさ、小学生の頃の、ね、トラウマで、みに、そっから本当に、ずっとヘラ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 って。そのヘラヘラしてるんか、あいつ。鶴木さんも多分そんな感じなんだよ。うん、あいつもずっとヘラヘラしてるっていうか。いや、つるさんまあまあ、まあ可愛いってのも、キュート、キュートだからね。見た目もなんかさ、なんか、ね、そこら辺に捨てられた犬みたいじゃん。見た目が。なんか、わかるもん、鶴木さんがなんかモテるの。こんばんは。めちゃくちゃ笑うねってよく言われる。 呂ちゃんもいつか CM 出てほしいな。ねえ。いや、かまってちゃん、誰か CM に使ってよ、新生かまってちゃん。マジでさ、そろそろこの流れでさ、もう使ってもいいっしょ。ね新申かまってちゃんさ。ほんとにこういった新駅の巨人でタイアップ、タイアップ、タイアップ、タイプ、タップって。タイアップずっとついてんじゃん。もう、と、新こうやめ、新駅って。もうそろそろもう使う、もうイメージ大回復してるだろ。う。ね、もう株価爆上げでしょ、新生かまってちゃんの今。ね株価ほんと300円から800円ぐらいになってんだろ、今は。 DHC の CM。<laughs> DHC さんは、まあ、まあまあ、ちょっと今は、まあまあ、まあまあ、まあでも、DHC でも嬉しいっすよ。はい。CM お願いします。つか、うん、何の CM に出たいいや、いやい、や選ばない、選ばない。選ばないよ。うん。選ばないよ。前、ま、あ、けど、ライトオンの CM 出たか。お風呂の CM、ライトオンの CM 一回出てるかね。申請かまっちゃう。なんだかんだ。ああ農株カー買っとけばよかった。当たり前だのクラッカーして無理です。社長に怒られたんで。はい。 えーと、マウスオープン、そう、かまってちゃんに投資したい。イオンの CM 出てよ。いやー、力、なんでもいいけど、けど、ほんとに、あの、アデランスのし、でもいいっすよ。もうほんとに、お風呂の、なんでもいいっすけど、ほんとに誰か関係者の、テレビ関係者の人頑張ってください。はい。いやー、ほんと嬉しいんですよ。僕はあの、あ,あの、大さ、最近でも、王様のブランチとかニュースゼロでもなんでもいいっすけど、あの、僕の曲はやっぱ使われるからね、たまにね。なんか、俺の曲。やっぱ、たまにやっぱ流れてるもん、ニュース番組でもどこでもいいけどさ、あの、テレビ番組。 あれめっちゃ嬉しい。スタッフに。スタッフにファン、いや、スタッフにファンいるから。お、いや、多くはないんだけど、忍者みたいな、スパイみたいなやつがいるんだよ。うん。あそうそう、スパイみたいなやつがいるから、絶対多くはないけど、うん、流れてる。そう。まあ、社長さんがね、ファンとか、お偉いさ権力持ってるやつがね。だから、でも、みんながだからね、権力持って、ね、なんか頑張ってくれよ。い山さんみたいに、それこそ、ね <laughs>。 め、まやづき先生とか、いさやま先生とか、結局、新生かまっちゃんファンが権力を持ってくれて、タイアップをもらってきてるから、こ、マジな話。だから、みなさん、頑張って、あの、仕上がってくれ。権力で、いやいや、いや、頑張ってくれよ。なんか、できるだろ。なんか、なんかできるだろう、社長。まあ、社長も、なんか、権力、持ちたい。いや、権力無理だわ。いや、なんかあるだろう。なんか、なんかできるよ。うん、頑張ってくれ。だから、ね。 はガチってかごめんよいや,いや、いや。いや、権力がなくてごめん。いや、なんかできるっしょ。うん、なんかできるって。あ頑張る。うん。いや、でも本当にね、やっぱね、そういった拾われるっていうのがやっぱり大切なんで、うん、CM とかもね。うん。だからまあまあ、やってれば、ね、新生かまっちゃんもやっぱり、これからもなんかあると思うよ。うん。俳優はいいよ <laughs> 俳優は、 まあ、今んところ考えてない。うん。俳優はちょっと、俺俳優やったらもうちょっともうそれ一本になっちゃうから。うん。それこそ、ほんと、ソリマチタカシみたいになっちゃうと思うから。ミュ、音楽家として死んでしまうかもしれないから、俺。うん。俳優一本で。うん。いや、マジで。うん。俺やったらもうそれ一本になっちゃうからさ。そう。レオナルド・ディカプリオみたいになっちゃう。お茶バガイザースイケメンだから、それだけになっちゃう。サトちゃんも俳優になったよ。知ってるわ。 ね、殺人規約頑張ってるよって。ね、昔から。結構、深瀬くんはけど、俺、前々から、結構だから、サトちゃん1年ぐらい前から多分やってたと思うよ、あれ。結構なんかね、ま、前々から。うん。み、ミネタくんとか、朝ドラ出る、いや、だからもう、だからみんながみんなだからさ、俳優やってやミュージシャン。バンドマン。てか、バンドマン。うん。次は誰だろうな。静止薬アイザンス。うん。カイジが似合う俺がカイジって 俺がああって藤原達也うーん。ぐにあってうーん。まあ藤原、まあ確かに <laughs>、カイジの藤原達也に、藤原達也さんにちょっと失礼だけど、まあちょっと、藤原達也がありだったら俺もまあなしではないよな、カジ、カ、カイジ。うん。生命オッーの CM に出てってどういうことだ 世にも奇妙な特別性でて、<laughs> えぇ、ー、怪獣顔さ、なの <laughs> わかんない自分だいや、藤原達也、ちょっと、髪型が似てるだけじゃないの怪獣好きだよ。うーん。R テ定が出てたっていうこと ?R テ定くん出てたの ?R テ定くん、あそこ、R テ定くんも、その俳優とかやってるって、そう、コメントで。みんな俳優やってるよな。だからさ、この前も話したけどさ、結局さ、鼻が尖ってるか。ら <laughs> 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 そういう理由。いやけど、やっぱ、 あの例えば、のこちゃんがね、僕がね、ちゃんの子が、ね、あの、我が、なんかさ、あの、ポケットモンスターの主役、サトシの、とま、あ実写版のサトシで出たとしたら、岡崎大工うん。いや、ま、俺もね、ポケモンでさ、サトシの役で出たらさ、あのさ、それやっぱさ、多分、あのー、主題歌とか決められんだよ。多分、挿入歌とか主題歌とか関われば。うん。だから、多分そういうのがあるんじゃないかな。 そういった理由でやってるのもあ,あるんじゃないわか、わ分かりません。こういったら失礼だけど、失礼だけどね。ずっともの演技が忘れられない <laughs> 忘れる、それはいい意味で悪い意味、どっちでピカチュウ役じゃないのピ,ピ、ピカ、ピカ、ピカチュウ役うん。音楽以外に考えてたりとか、ラッパー残さ、俳優やりたいのいや、だからやりたいってできないよやりたいとかじゃなくて、できないよ舐めてないから昔から俺言ってるけど、俳優業とか俺舐めてないから。ああできるわけないじゃんって、俺が。 ああこんな記憶障害のやつがさ、台本も覚えられねえ。なあ。もう俺、台本覚えるごとに多分ね、あ、10曲ぐらい忘れちゃうよ、自分の曲。うん、カジノコバリーアードっぽい。<laughs> バリーアードってこ、これや、これやってるポケモンだろ。あの、なんかよくわかんねえ。なんか、もうなんかね、下から数えた方が早いぐらいの人気キャラ。<laughs> バリーアードって。<laughs> バリーアードって。 <laughs> 誰か使ってたやつ、使ってたやついんのバリアードポケモンで <laughs>。なんで俺バリアードっぽいってどういうことや <laughs> 動画似てるんだよ、俺バリアードにや <laughs>。まあいや、エスパータイプ <laughs>。だからそユンゲラーとかだろうん、あキモいポケモンってお前失礼だお前。キモくねえだろ、別にや好きなポケモンいるのえー、好きなポケモン俺ポケモンは普通に、なんだろうな。ああ、ポッポとか使ってたよ。 うん、ポケモン。だって俺なんてさ、緑とか赤で止まってる人だからね。うん。だってみんなはさ、なんかさ、銀色とかさ、ゴールデンとかなんかそんなんでやってんじゃん。今、なんかいろんな色、ポケモンなんとかかんとかって、ポケモン界とか、なんかいろんな名前でやってんじゃん。その世代だよ。その世代だから最初、一番最初だよ。俺は、俺は1985年生まれ35歳は、赤、緑。ね。あのー、CM がやってて、CM やっと、君は、 赤と緑、どっちを選ぶってなんかそういった CM がやってて。ルビー、サファイアとかだから知らない俺ほんとに。第六世だ。だからほとんどの人ついていけないと思う。あの俺に、俺のこの話。動きはカッカクしてるときそこまでいかねえよ。<laughs> おい、おい、なめて、なめんだよ。カッカクはしてなかったろ。おい、そんなもん。カッカクってどういうことだおい、それさ、そんな処理落ちして、な、処理能力そんな悪くねえよ。 なあ、うん、鬼氷ーーじゃねってないが鬼氷ーーってポケモンなんかいたっけポケモン GO を始めましょう。いや、ポケモン GO やってたよ。うん。いや、あれ面白かった。俺最後にポケモンやったの、ポケモン GO だよ。あの、3年前ぐらい前に。ハマってたじゃん。だって俺。ね。あの、全裸でさ、ポケモン GO やってるさ、写メあげたじゃん、ツイッターに。全裸で自分のチンポコにポケモン、モンスターボールつけて。あの時ハマってた。うん、ハマって、ハマってた。ハマって、めちゃくちゃハマって、曲作りができなくなりそうだったから、すぐアンインストールした。 そう、俺すぐアンインストールちゃんとするからね。PUBG モバイルとかもさ、クソ、あの、ほんと、インスタ、インストールしてさ、PUBG モバイル。あれも超面白かっとかね。あれだってさ、もう俺もニートみたいなもんだから、あの、夕方4時とかになるとさ、小学生とかとさ、通信対戦できんだよ <laughs>。小学生の、で、なんか、ね、の、なんか、ねいや、なんか俺なんも、な、ノコノヤさん、ノコノヤさん。 のこねやさんやめてーって。な、のこねやさんなんでこ、なんでこ、味方攻撃す、すんのみたいな。そうそうそう。俺ちょっと味方キラーだったからさ。面白いものほど、そう、すぐアインストールしてる。はい、ちゃんと。ボイチャしてくださいって連投したね。あ、俺車で引っ殺したりとかしてたんで。最悪プレイじゃん。そう。いや、最悪。そうそうそうじゃあ。そういうこともね。今日はお酒飲んでないよ。これから飲みます。 え、悪いやつ、いや、もう、もう。いや、だから、なんか、そういうのは、ね、ちょ、あ、ちょ、あ、あ、そう、あ、嵐みたいなことやっちゃって、やっちゃって、からそう,そ,うそう、ひどい。ダメだよね。嵐とかやっちゃダメだよね。最悪な、人ういやっちゃダメだよね。結構、マジさ、いや、今、嵐、今、今の時代ってさ、嵐みたいなことするとさ、本当にさ、あの、2チャンネルとかで晒さ,されたりとかさ、マジモのブラックリストみたいな、本当なんか、ね、テロリストみたいな感じになるよね。 うん、テロリスト、いや、マジでさ、爆弾テロリスト犯みたいなさ、そんぐらいの、そう、扱い、扱い方されるよね。嵐。嵐、嵐、嵐って。嵐って、え嵐って何がいや、嵐って、え嵐って、えなにそんな、そこもついていけない世代の人たち、いる、いるんですか僕のリスナーさん。70代の方嵐はそろそろか解散する解か、解散するよね嵐ってですかそういえばそろそろ。うん。あ、イントネーションが違うってこと イントネーションが違うってこと嵐あ、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 嵐ってことああ、ああ、あ、あああ嵐ってことああ、ああ、そういうことイントネーション、あ、嵐、あら、嵐あ、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 あ,あ、あ、そあそっち、あ、あ,あら、嵐ね。ああ。ああイントネーションやっぱ俺、やっぱ違うんだね。お茶ばかいイントネーションユーチューバーオイスターバーとか、昔からいつも嵐とかね。 あのーね、アラジンって言ってたし、俺も。なんかす、いつもいつもなんか配信で注意される。ね。やっぱり逸脱してるんだよ、俺は。うん。俺はもうこの世界から、やっぱ逸脱してる人間なんだよ。うん。マジで。うん。それは覚えてなんでだろうね。今日は目がぼーっとしてるね。だってずーっとぼーっとしてる、当たり前だってか、みんなってぼーっとしてるだろ。うん。うんこもそうだけど、千葉県民ってイントネーション変。うんこもそうだけどさ。<laughs> うんこもそうだけど。<laughs> 加藤淳一のことだよ、多分それね。<laughs> 加藤淳一のことを、うんこって、まあまあ、うんこちゃん、んちゃんって、うんこちゃんまで言ってくれよ。<laughs> うんこちゃんって。うん。うんこちゃんもそうなの加藤淳もイントネーションおかしいのうん。なんか今日は慌ててるね。幸せだからかな。精神薬あいさつ。うん、ちゃんつけないとわかんねえよ。あ、う、ー、ん、<laughs> なるほど。二重とか。 二重ってあれっしょ俺けど曲は好きだけどね、二重。静止役あざす。うん。加藤純一のため。今日めっちゃ焦ってる。俺え、嘘え、今日忘れ、焦ってるなんでなんで俺今日焦ってるのこんばんは。うん。し、なんか年末でな、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 何に焦ってんの俺がじゃあ。うん。二重好きなんだね。いや、なんか曲はね、なんかね、いい。そわそわしとる。焦ってるの。え焦ってるの俺今日。なんかやらかしたやら、ちゃあね。 ちょっと待って。<laughs> 待て待て待て。早口じゃないよ。は、これ、早口でも違法薬物やってる人。<laughs> ちょっと待って久々にちょっと何キレを取り戻したの俺が。20代の。うん。最近の残さのテンション、大人の落ち着いたテンションにしては、なんかいきなりなんかソワソワしてるってことどういうこと死ぬ間際なんか。いや違う違う違う、全然全然。 急かされてないマジで米が早いから。いや、全然関係ない。今日元気、まあまあまあ、メンタル的には別に落ちてないよ。うん。年越ししはない年末だってやるやした。そうかな。いつも通りだよ。うん。むしろあれだろ最近のツイキャスが、ね。まあなんか、落ち着いて、まあやってるかじゃないのうん。どっちかっつともう落ち着いたおじさんだからね、僕もね。生き急ぐなよ。な。うん。 生き急くな、やって。死なねえよ、別に。風前の友心みたいに言うな。ね。あの、最後になんか死ぬ、動物とかってなんか、いた、いたちとか動物ってなんか死ぬ前になんか元気、元気出るじゃん。そんな感じじゃないから。生きててね、大丈夫です。はい。え、チガイ配信者がいなくなったよね。いなくなったっていうか、もう需要がないでしょ。チガイ系って。うーん。だってやっぱ、もうイメージ最悪じゃん。ヘズマリュウとかああいったのも出てきて。うん、酒飲んでないよ。なんかサプライズありそう。 ないです。すみません。もう正直に解きます。俺もう明日どうなるかなってほんと心配で心配で。ちょ、まあまあ。まあ心配しなくていいと思うんだけど。いや、ちょ、ちょびっと心配したの。なんか予告あんのなんもないです。あのね、明日も明後日もなんもないです。マジで。明日も明後日かとか、明日の年越し配信さ、ほんとさ、何しよっかなってさ、本当さ、いや本当リモートだからさ、外も出れないしさ、お茶葉ガイザー外も出れねえしさ、ね なんかさ、うーん、気違い配信、江戸明美さんや遠藤道郎さんならやりそうですね。みちろうさんも亡くなりましたね、そういえば。遠藤道郎さん、スターリン。ね、気づいたら、ね、俺、ちゃんと話したことないんだけどさ、みちろうさんさ、話したかったな、一回ぐらい。なんもないの。AC トり、はっていうゲームして、は何言ってんのお前。はいっていうゲームしてって。何それ。日当たりするって何がいや別に一回ぐらい。 ね、二曲ぐらい知って,てもいいけど、おー、マッキーバーはって。テレビのスケジュールとか今のとこ何もねえよよこせよインタビューも来てねえんだよなあ、ビールぶっかけてほしい。お前にうん。どにやあのさぁ、インタビューとか、いやまあ、テレビはね、まあまあ、ワンチャン。 まだね、これからかもしんないけど、インタビューがまだ決まってないって、どないこっちゃいねんって話を。世界の神聖かまっちゃうんだよ、今。うん。完全にワールドかまってちゃうんだのにさ。なあむしろあれじゃないエネミーから来んじゃねえのね、先に。おい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 、大丈夫かよ。なあおい、一番最初に言うな アニメ雑誌から来んのいや、もうアニメ雑誌とかじゃなくて、エネミーというね、あの、イギリスのさ、あのさ、あの、160年前からある、ね、素晴らしい、素晴らしいってか、もう、伝説のね、雑誌があるんだけど、NME って、エネミーっていう。もう、そっから、そっから来ちゃうんじゃねえかマジで。ね、いや、ガチで、ガチで。世界の雑誌とか。いや、マジマジマジ。なぁ。エネミーから来ちゃうじゃんね。世界のかまっちゃん。インタビューされる人って固定化されそう。どういうことうん。 世界進出してほしいって、だからしてるんだよ、もう。してるんだよ、世界進出って。だから、だから、あの、スポティファイかなんかのランキングで、レッドさ、来ちゃうかも。あの、エネミーって言うんだよ、あれ。NME って。うん。イギリスのフリーペーパー出た、昔。あの、あのね、あの今何喋ろうとしたの、俺今。ちょっと待って、やば。うん、俺こんぐらいね、あのね、最近記憶障害です。やばいっす。今な、俺何喋ろうとした俺今何なのスポスポティファイ <laughs>。今、世界で、各国でだよ。 うん。キャリー、キャリーちゃんみたいな、キャリューパンピャンみたいな感じだよ。キャリーちゃんみたいな感じ。キャリーちゃんもさ、ポンポンポンでさ、あ、中手ヤッさんのヤッさんの曲でさ、ポンポンポンでさ、ワールドワイドでチャート入りしたじゃん。ね。<laughs> デパス飲みすぎ、デパスは飲んだことねえよ。ハリウッドから来るかも。デパスなんか飲んでねえよ、俺はよ。うん。俺はリーゼとマイスリーしか飲んでねえんだよ。デパスなんてあんなん、俺さ、ほんとさ、あれドラッグであんなん。うん、俺彼はすりゃ。なあ昔飲んだことあんだけどさ、 ほんと頭ラリってしょうがなかったもん。デパスまず、エムステー新生かまちゃん見たい。キャリーちゃんロード歩んでる。ね。ヤっさん中田のヤっさん元気かなあいつ。ね。中田ヤスタカって最近、ヤっさんヤっさんさ、普通にさ、最近、今年落ち着いてないね。今年、ヤっさん中田ヤスタカさん。ヤっさんさ、普通にさ、ちょっと、なんか今年なんかあんまり、なんか見てな、なんかね、曲、なんか提供、ね、してない。ね。 パフューム。あ、けど、パフュームもうあれだしっていうことオリンピックで曲作るのかと思う。あーちょっとあれ。だからあれ。じ、まあ。まあ俺の予想だよ。あくまで俺の予想だけど、オリンピックが、確かにね、実際問題多分決まってたんだろうな。多分な。やす、中田康高さんとか、パフュームとか。それなくなっちゃったからさ。 うーん。だから、まあまあ、たいや、マジかって知らない。俺の予想ね。でも、さ、ありあり、あれ全然ありえるじゃん。安高さん。ね、パフューム。うん。それこそ、キャリーちゃんとか。ね。うん。えぐいなぁ。オリンピック決まっててなくなるって、それはショックで、それ寝込むわなぁ。今、たぶん、冷えピタ張ってんじゃないかな中田安高さん。ね。また、あれ、あのー、アンボルデフェス、うん、うちのワーナーのアンボルデフェスやるから、そん時あったら、ちょっと、慰めてやんねぇと。ね。うん。 アミューズ絡んでそう。アミューズわかんない。予定押さえたとかも。そう,そう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 。またちょっと中田康さんに多分、絶対俺会う機会ある、あると思うから。アンブルデも10周年イベントをやる予定だったんだよ。アンブルデフェス。ね。俺、ワーナーミュージック、アンブルデ所属してて、アンブルデって、ワニマとか、あの、エノンくんのバンドとか、キャリーちゃんとか、あとはマキシマムザホルモンとか、今いっぱいあるよね。すごいアーティスト。新生かまっちゃん、高橋優くん。もういっぱいいろんなアーティストいてさ、アンブルデ。あテンパレーも加入したんだ 本当にいや、すごいじゃん。え、テンパレーも、そう、アイみょンちゃん、アイみょンちゃん、アイみょンちゃんも。いや、アンボルデってやべえよ、今。<laughs> アンボルデって今やべえよ、メンツ。そう。その、アンボルデ第一弾アーティストが、高橋優くんと新生かまってちゃんなんですよ。うん、俺たち。俺と高橋優くん。そう。最初この二組しかいなかったんだけど、もう今では、すごいな。うん。みんな、そう。 愛すべき後輩たちがみんな売れてって。はい。愛すべき後輩たちがね、みんな売れてってさ、やっとちょっとね、やっとちょっと、あの、目合わせられるようになりそうだよ。うん、今回こうやって <laughs>。<laughs> やっとしっかり目、あの <laughs>、目を合わせて <laughs>。あの、打ち上げの時。打ち上げの時に。 アンボルデフェスのさ、せや、先輩座せるとかじゃなくて、肩見せやせん <laughs> だ。だが、わってさ、今までだって別に言っても、キャリーちゃんとか別に仲いいからすげえ優しく話してるけどさ、やっぱ知らないやつとかさ、ね、あんまり別にそこまで仲良くねえやつとかさ、やっぱさ、なんか、あんまりそんな、やっぱね、喋れるあれなかったしさ、風吹かしちゃうよ。そうそう、なんてこった、うん。 バチバチ、いや、バチバチとかじゃないんだよ。やっぱ基本的にアーティストってみんなシャイだからさ。そう、シャイだから、そうそう、こんなにグイ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 行くのって俺だけだよ。うん、お酒飲んだ勢いで、俺ってほんと特攻隊長みたいな感じでグイ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 さ、先輩後輩関係なしにさ、俺挨拶行くんだよ。偉いでしょ、俺。俺すごいんだよ。俺すごいんだよ、俺って。うん、マジで。うん、特攻隊みたいな感じなんだからね俺。俺らのためのレーブルだぞ。うん、社交性、いや、俺強い、俺すごいよ、ほんとに。特攻隊。 あ酔って切られたもんなっていや、えー、お酒飲んでね、そう。特攻隊長、すごい。いや、僕ほんとすごいですよ。でもまあまあ、でもそれでもさ、やっぱさ、あまたちょっとね、あそこは勝ってる。最初だけならいけるような。し、偉すぎる偉い。人見知りしないのいいね。いや、人見知りし,し,しますよ、普通に。けど頑張ってんだよ。パワーがすごい。だってさ、俺、申かまっちゃって普段さ、やっぱフェスとかさ、呼ばれないからさ、そう,そう、嫌われ、嫌われてるかわかんないけど、フェスとか、ロッキロンフェスとか呼ばれないから、だから、 あの、トーフビーツくんのさ、あの、金魚の糞でさ、3回ぐらいさ、ロキノフェス出たじゃん。精神薬アイザース。あん時もさ、ね、ト腐フビーツくんのさ、金魚の糞で,で出、たくせに、あの、調子に乗って、あの、あの、なんか楽屋楽屋とかなんかアーティストが集まるエリアとかで、さっき、俺そこで酒飲んで、もう、いろんなやつに話しかけまくってかんね。あの、イエモンのヨシさんとか、うん、イエ、イエ,イエモンのヨシさんとか、もう、と,ところ当たり、構わず当たり散らして、新生かまっちゃうのこですって言って。 うん。だって、もう、その時しか、だってさ、バトルできねえもん。対バンできねえもん。なんて話しかけるんですかあ、新んちゃんののこです。よろしく、って。うん、マジか。反応気になる。いや、吉井さん普通に、あ、娘が、とか、なんか子供は知ってる、聞いてるよ、みたいに言われて。うん。吉井さん優しかった。いや、だいたいみんな優しいよ。う、ね、ん、先輩みんな優しいっす。あの、ロックの先輩みんな優しいっす。はい。ロック、ロックっていうか、まあ、バンドマンの先輩。うん、みんな優しいよ。いや、てかみんない、い、そんな、嫌な奴なんかいねえよ。 うん。マジか。うん、よかったね。当たりちゃう。ズレよしシ自己紹介だよね。うん。いやいや、そうそうそう。みんなやっぱ、ね、愛がある人たち。A ちゃんも、A ちゃんも、いや、いい人だよ。絶対に。A ちゃん会ったことねえけど、絶対に人たちは。うん。みんな、のこさんは怖いんじゃ。いや、でもね、言われる。やっぱ、のこくん、ね、やっぱね、いや、別にそれは、先輩にはそんな言われないけど、やっぱ後輩には言われるよね。のこさんって、やっぱすごくさ、怖い人だと思ってたって。ね。でも、会ったら普通の人なんですねって言われてさ。 <laughs> 言い方、みたいな <laughs>。あったらなんか、普通の人なんですねって <laughs>。そう、いや、あの、本当に言われる。これは、本当にマジだよ。あったら普通の人なんですねって。マジで。いや、これ馬鹿にされてるわけじゃなくて、いや、無意識に言ってんだろうけど、ちょっと失礼だよね。ちょっと失礼。いや、お前その発言ちょっと失礼ってことを気づけよって。ね。もうちょっとなんか言い方あるだろうって。ね。ああ いやいや、普通に、ね、めちゃめちゃ、ね、愛がある優しい人だ、人なんですね、みたいなさ、言い方あるだろ、もっと。なんだ、普通の人って。なんだよ、それさ、つまんねえ。なんか、期待、期待外れのつまんねえ人間だったみたいな言い方よ。おい。なぁ。ちょっと、ちょっと、ちょっとね、チクッと来んだよ。<laughs> これ。それ言われたき。お茶番グアイザーっす。ね。いやいや、でもまあまあ、悪気はないから。悪気はないから。ドキュアート、ドキュア、ファッションメンヘラ。でもまあまあまあ、でも全然ね、あのね、あの、そうそう、悪気はないから別にいいんだけど。 ああ目を見開いてないから、あ,あ、こうやってずっとやったやだいだ。ずっとか、<laughs> そう。俺、これもほんと言われる。こさんでずっとこういう目してると思ってましたって。なわけねえだろ、お前。<laughs> いつ、どうやって寝るんだよ、お前、それ。<laughs> お前、それさ。<laughs> ずっとこんな目してると思ってましたってさ。<laughs> バカじゃねえのって。<laughs> なあいや、さ、ほんと、ふざけんなよって。普段はこんな目ですよ。リスナーでも勘違いしてるやつたまにいいんじゃん、新規ファンのとやつとかさ。普段はこれだからね、死んだ目してるからね、僕。普段は。うん。 えー、サングラスで寝るんだろう。<laughs> お,いお前、お前。お前、それさ、サングラスで、ハリソン・フォードしかしねえよ、サングラスで寝るやつなんて。<laughs> そんなことしねえよ、お前。<laughs> なんで真っ暗な、部屋真っ暗にしてんのにサングラスかけんだよ。<laughs> なのこさん、なんでそんな目できんのあ、でもやっぱなかなかこういう、この目できる人っていないんだ。うん、やっぱこの目好きって人いるよね。うん、これ。やっぱこのなんかやっぱパンクロッカーみたいな。パンかロックミューシャンっていうこの目ね。うん。やっぱ、 やっぱなんかこの、キョロ目みたいな。うん。やっぱ目がでかいからですよ、これは。はい。うん、この目。できないよ。まあ目がでかいからですね、これは。うん。まあだから武器にはなるよね。やっぱ、ロックンローラーとして選ばれしいものなんじゃないかな、僕は。うん。僕はやはりロックの星に生まれてるんじゃないかな、生まれつき。何の武器やんね。いや、武器になってんじゃん。実際問題、この目がさ、ね。やっぱこの、だって、最初だってこの目を、 とかさ、やっぱさ、なんか、あ、なんかわかんないけど、写真ライブ写真とかさ、この目してる時とかさ、これで俺さ、すげえ注目されたもん。こいつは絶対役中だって。ね。うん、こいつは絶対、そう。あの、イ解を決めてるって。うん、それをね、うん、威嚇して、な、そうそうそう。斧持つか、アイコンになってるもんね。目で殺す。いやでもやっぱね、そ、そっち系、そっち系で。いやでもやっぱそういうインパクト、そう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 ,そう。うん、でもやっぱりね、やっぱそういったインパクトっていうのは大切だからね。やっぱりね。うん。 いやー、バキバキってやつ。放送事故動画のサムネそれ見た。あーけどテレビとかでもね、こうやってね。俺の時代であるのであるってね。懐かしいね。そう,そういうのだもね。あれってあ、やっぱインパクトってやっぱね、大事だと思いますよ。ね。その目好きっていうか、ね。うん、えー。王権さんも残さのビジュアル、ああ、ありがとうございます。ね警察つが恐れ入ります。コレターにも薬やってるってね。うん。 いやいや、本当に薬物やったらダウンなのよ俺が本当に薬物やったらどうなっちゃうんだよ、本当にさ。薬物やってないでこれだからな、本当にな、俺な。ドラッグ一回も本当に人生で一回もやったことないよ。やったことないで。俺やったら、やったら逆にさ、ね、やったらどうなっちゃうんだろうね。俺がさ、ね、大変さえさ、はっちゃ、はっちゃけ丸のさ、はっちゃけ丸の俺が、ドラッグやっちゃったらさ、ね、やっぱ3センチぐらい浮くんじゃないかな、ね。 うん、こら、こ、これ,これ,れたに新生ドラッグちゃんって言われて、まあ昔ね。そう、3センチ、失明し、しちまう。逆にシラフになる。ね。うん。上がるんじゃない ?3 センチぐらい。ね。えー、飛べそう、浮くな、死んじゃう。別にイメージ通り。うーん。スーパーサラジ、宇宙行っちゃうね。のこさんもともと目大きいから死んじゃう、浮いちゃう。えー、間違いなく、ミサコはなく。たぶん、リアルな話やめろ。<laughs> リアルな話やめろ。メンバーが泣くとか。<laughs> うんものくんは、あ、こいつやっちゃったな、みたいな。あーまあ、いつもの、いつも、ゲそうじゃねえけど。まあ、大島のことだから。まあ、こんなこともあんのかな、みたいな。みさこさんはリアリー、確かにな。あの、愛想疲れそう。泣くっていうか、マジまじ切れされそう。いや、ものくん怒んないよ。みさこだけど、マジ切れされそう、みさこには。うん。マジ切れされそう。あん。いやいや。 いやーでもとりあえずね、新世かちゃん今ね、あのー、オリコンチャート、ね、あの世界中からね、第1位です。熱くなってきた。第第1位じゃねえわ。スポティファイチャートが、あー世界50カ国だよ。50カ国。50カ国で、チャートインしてるって。こんなアーティストさ、いないよ。マジ。今。今、いるなんか他ー、他に。あー、俺死ぬのか。うん。持ったの持ってない持ってない。50カ国マジよ。 のこさんが遠い存在に。ファイナルシーズン1と2何ノリに乗ってる。すごいね。暑そう、暑え。年末だからかな。うん。魂出ちゃう。すごい。お前とリサさん。え、リサとかもそうなのうん。リサも、結構、やっぱアニソン、アニソンって強いもんな。世界な。アニソンって。強いもんね。やっぱアニメは。うん。世界風のリリース待ち望んでるよ。だってやっぱリサもさ、 やっぱ本人は多分アニソンアーティストって思われたくないだろうけど、やっぱさ、イメージはそうなっちゃうじゃん。かまってちゃうもう完全に、ね世界的で言ったらさ、もう完全にアニソンアーティストじゃん。<laughs> アニソンバンドじゃん、俺ら。<laughs> イメージは絶対にな。<laughs> 今以上に売れたら配信とかもしなくな、な、なりそう、なさそうだな。何だったよ、バカざけんなよ、お前。なめんな、お前。俺のことや。おい。お前今、お前さ、じゃあ逆にさ、お前らさ、 俺が今まで、な、調子に乗って、な、売れて売れてメジャーデビューして、な、もうそんなんで最初なくしたことがあったかむしろ、バリバリしとるわって。バリバリむしろ増やしとるわみたいな感じだよね。ああ。な、だって俺はむしろ、むしろなんかわかんない。なんか、本当に売れっ子になったな、なったほどやりたい。むしろ。うん。むしろね。毎日ようにしてるね。うん。 メジャーデビューってすごい、うまあ、感謝っていうか、うん、やばい、やっぱ、そのギャップがいいじゃん、ギャップがさ、ギャップがこのさ、クソみてえな団地にさ、ね、ずっと俺ここ住んでんだよ。ずっと俺だってさ、あのさ、あのー、あのさ、4歳の頃から、小学1年生の頃から住んでるわけだよ、俺ここ。35年間、このクソみてえな団地に、このクソみてえな団地から成り上がりだからね、俺は。団地上がりだからね。うん、完全に僕は。 それはね、やっぱね、僕もやっぱなかなか引っ越しちゃいけないなっていう変なプレッシャーもありますよ。キスみたいに女とやりまくれ。団地からってのがいいの。ギャップ良き、すごいそこも良き、配信のがいつものこさ、身近な感じだよね。えー、残さ、ラジオ姿勢もなんか何もないって決まってないって、ほんと決まってないんですよ。<laughs> 来年の予定マジでさ、<laughs> ちょっと待って、ほんとさ、<laughs> あの、みんなもと同じだよ。みんな多分来年の予定何もないでしょ、多分。ね、みんな多分無職とかもいっぱいいると思うから。来年の予定だってないんだよ、俺今。 一応、バンスタ配信だけちょっと入れてるけど。その前言ったじゃん。バンドスタジオ配信1月の、なんか、ちょっとね、ウイジュン ?1 月初めにやるよみたいな。それが入っただけだよ。ほんと。今んところ。うん。今んところそう。サプライズ早くっていやだからねえって。それむしろびっくりしたろ。なあ。むしろびっくりしたろ、なんもねえ。うん。 むしろこれサプライズはこんなもんさ、明日紅白乱入しに行こう。できんの ?NHK。<laughs> NH <K> <laughs> それ。もういったい,いろんなところからた,た、いろんな方向から叩かれるよ。ねこのコロナのこの時期にね。うん。いろんなところから叩かれ。いろんな叩かれ方するよ。逆にね、すごいよ。逆にすごい、すごいと思うわ。うん。ウィジュン久々聞いた。やめて。やめてって言い、やめてって。<laughs> やるわけねえだろ。<laughs> やるわけねえだろ。1%でもやると思ったのかお前、俺が。<laughs> ボコボコにされる逮捕っていうか、うん、日本刀で切りつけられると思う。ね。多分それ、多分 NHK の、紅白だって、多分入り口でそんなあるわ。うん。紅白に進撃コーナーないの。レボさん、リンホラで出たもんね。でも俺は呼ばれなかった。うん。レボさんね、進撃でさ、NHK、そう、進撃も NHK だから、そのレボさんもさ、あの、リンホラーで出たじゃん、紅白。ね。うん。 でも僕の戦争は、呼ばれませんでした。なんでやえやっぱタイトルがあれだから、タイ、おじいちゃんおばあちゃんを見るからね。お前おじいちゃんおばあちゃん、まあ、だってさ、まあおじいちゃんおばあちゃんいっぱい見るんだぜ。お前、怖く歌合んってお前。それで僕の戦争タイトル出てきたらお前さ、お前、お前これちょっと笑い事じゃねえけどさ、なあお前ちょっといきなり、ちょっとなんかね、PTSD みたいな人ってもういるわけじゃないですか、世の中。ね、なかなかタイトルの時点でな、なかなかあれじゃないですか、やっぱり。 <laughs> やっぱりちょっと、時期が悪か、いやいやいや、時期ってか、普通に別にタイトルもそうだし、お前いきなりあの曲流れてみろよ。だからさ、おいやなんかき、お前さ、あのさ、昨日も言ったけどさ、いきなり僕の戦争の別でさ、タイミングの問題いやっちゃ、俺さ、あの曲流れて僕の戦争流れてみろよ、あの曲さ、お前さ、ほんとにさ、う <laughs> ん。お前、浜崎あゆみの後に、ね、浜崎あゆみのここ今年出るだろ浜崎あゆみとか和,和田アキ子の、和田アキ子の後にさ、 なあ、いきなり僕の戦争がさ、流れたらさ、ポリゴンショックみたいな、そう <laughs>、ね。泡吹いて倒れるやつで来るわ、多分。何この、不協和音。何この不協和音みたいな、気持ち悪い音楽。うん。いや、でもほんとそんな感じになっちゃうと思うよ。あ、いや、クレーム来ると思うよ。結構ガチな話。ねえ。 ああ、死してしかばね。それ見たいよって。<laughs> だから、いや、結構なかなかね、ミュージックステーションとか、ね、それは出たいですよ。クワーク歌合戦、出たいですけども。いや、新生かまってちゃうの、今回に至っては、これ僕の戦争に至ってはなかなかね。うーん、なかなかちょっとね。だから、ロックンローラー鳴りやまないでワンチャン呼ばれるっていうのはあるかもしんないね。ワンチャン、だからロックンローラー鳴りやまないで、むしろ。 ああ僕の戦争っていう、今、まあ、これではや、まあまあ、新疫の巨人タイプで、今、これ波に乗ってるかまってちゃんを使うってことで、ちょっと僕の戦争は結構あれ、あれですけど、ロックンローラー鳴りやまないで、みたいな。うん、そういう話で、で、あるかもしんないからね。うん、だからそれは期待してる。うん、まだまだ。うん。えーっと、僕、ルーちゃんは自殺愛心。無理だろう。<laughs> いや、それは俺はさ、歌いたいよ。むしろそっちのが。うん。ルーちゃんは自殺愛心。歌わせろよ、全国放送で。そんな見てえよ。俺が見てえよ。 あールーちゃん自殺配信。えにえー、タモさんがさ、えー、次は、次は、えー、っと、多分タモです。次は、新聖かまってちゃんで、えー、ルーちゃんの自殺配信。うん、いや、タモさんは絶対好きだと思う。タモさんは俺気に入られると思うよ、新聖かまってちゃん。うん。タモさん結構俺好きだと思うわ、マジで。うん、新聖かまってちゃんのこと。絶対に。うん。 音楽性とかも。だってさ、トカゲのモノマネしたやつだよ。タモ、タモリって、昔。ね、タ,タモリってト,トカゲだったんだよ、昔。こうやって、<laughs> へ,へやって。<laughs> そんな極もの的なことやってた人だよ。だから普通にね、うん。毎日がニュースとか、カイドウも似てるしな。えーと、へえー、M ステで伝説になりそう。伝説になりそうっつうか、まあまあ、でも普通にけど歌いますよ。うん。でも普通に歌うんで、本当にちょっとね、 テレビ番組はマジでわかんない、わかんない。これからマジでね。あ、てか、普通に、ちょっとこれはオフレコですけど、ちょっとね、ツイキャスでしか言えませんけど、まあこれはね、あんまり大々的には、まあまあ、世間的に発表されてないから。あの、やっぱ僕の戦争さ、フルサイズさ、やっぱさ、まあシングルで出るとかなんかさ、それがなんか近所のさ、なんか歩いてるタヌキが言ってたんだよ。多分出だから多分出んじゃねえかな。うん。なんか言っていいのですかって知らない。俺が言ったんじゃなくて、なんか俺の団地の中、 近く歩いてたぬきが行ったんだけど、なんか歩いてる。なんか、フルサイズでなんかシングルみたいな感じで、なんかそのたぬきがね、なんかさ、そうそう、俺も爆破されたのかなあれ本当に。わかんないけど、なんか出るみたいなこと言ってたから、だからそれがね、あの、まあ、来年の、来年のちょっと、まあなんかいいタイミングで、いいタイミングっていうか、まあ来年とりあえず出るっていう、なんかたぬきが言ったんで。あとミュージックビデオとかもね、あの、きが作る、作る、 よー、とか、なんか、なんか、タヌキがなんか言ってたから、ー雑談タヌキうん。うわーい。それ、千葉には狸タヌキいるんだ。いっぱいいるいっぱいいるい,いっぱいいる、うん。だって田舎だよ、ここ。行、えー、ってもい田舎ですよ、ここ。うん、田舎。タヌキが作るの。うん。タヌキが作るとか、なんか、かんとかかんとか。うん。そう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 。あとはね、伊沢山さんもね、ちょっと協力してもらってるところがね、今、現在進行形であります。 やっぱそこは伊佐山さんありがとうございます。はい。伊佐山さんありがとうございます、本当協力してもらってることは現在進行形で、伊佐山さんやってくれてると思うけど、合間を縫って、あ今、原作ね、原作も忙しい中、合間縫ってやってくれてると思うんで、いや、楽しみにしてますわ。はい。伊佐山さんありがとうございます、本当、マジで。忙しい中。いやいや、本当、本当。まあまあ、でも、だからちょっといろいろ皆さんね、あのね、あのたんたんたんたぬ楽しみにね、して、 たぬきだけに。たぬきだけに楽しみにね、してください。新年ね。新年明けて。そうそう。いついつ。まあまあ、ちょっとね。あの、まあまあ。うん。ノコ進撃読んでるってさっきからさ、コメントあるけどさ、あのさ、お前バカなの <laughs> <laughs> お前ふざけんなよ。<laughs> うん。あ、でもね、あの原作はね、まだね、あの、だから原作、今やってるやつ、今やってる原作はまだ、ちゃん、ちゃんと追い切れてはない。うん。その最新話まで。最新、俺コミックさだからさ、 コミックさコミックスで追ってるぐらいだからそう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 ,そうああまさか新曲あってないかあ単行本を隠したから追いついてないんだうんまあそのだから今の原作ね最新は読んでますよ,よ読んで読んでだからお前らネタバレとかやめろよマジでこんばんはうんネタバレとかやめろよ不況しながかあ1月8日に最新刊出ますねああいつ32巻までかうん ネタバレしていいかダメです、絶対に。はい。えっ、ー、と、まあ、とりあえず、だから、ちょっと新年ね、新年明けてからも、ま、あ言ったら、だから、そう、いうタイミングはね、タヌキが言うには、だからね、シングルが出る、僕の戦争の中、シングルが出るタイミングがあるかもしんないから、そのタイミングだよ、むしろ。インタビューとか来るとしたら。うん。多分そう。今までの、そうか、そう、流れ、見ると、やっぱそこですわ。はい。今までの流れ見ると、その、やっぱシングルとか、 MV とか出したタイミングでやっと、やっぱ、ナタリーさんとか、ま、あいろんなところから、インタビューね。ロキノンジャパンもま、待ってるよ。ロキノンジャパンもさ、待ってるんだぜ。おい。あと、ムジカ。<laughs> 雑誌。ほんとさ、いい加減にしろよ。おい。なんでな、うん。ロキノンジャパンとかムジカとか、なんでさ、あの、来ない。マジで。本当に嫌ってんのか。俺のこと。 うん。シカノさんまあまあ、ムジカもね、だいぶなんか呼ばれなくなっちゃうけど、ロッキノンジャパンはさ、ほんとさ、なんなんだろうなマジで。意味わかんねえうん。ロッキノンフェスも絶対呼ばれねえしなぁ。未だになロッキノンフェス。いや、ビバラは嫌われてない。ビバラは嫌われてない。ビバラってビバラロックフェス出てんじゃん。うん。シカノには嫌われてねえよ。精神薬あざんす。いや、ロッキノンはほんとにさ、なんなんだ。ほんとにマジでさ何もしてねえぞ。うん。 ロキノン俺よ、なんかまな、ま、問題起こしたって。だから俺がツイキャスで昔、あのね、渋谷、渋谷さんのことね、あの、渋谷は死ねみたいな感じでツイキャスをさ、さ、6年前、渋谷よち死ねみたいな感じでずっとそういったツイキャスでさ、なんかさ、やってたじゃん。なんかさ、6年前、死ね死ね言ったじゃん。でもさ、そんなんさ、別にさ、スタッフ殴ったりしない。だからさ、そんなん別にさ、そんな愛嬌じゃん 愛嬌じゃんそんなもんマジでなんで俺がそれをその配信をしたかというと、本当に悲しいんだよ悲しかったからだよ仲間外れされて、ねロッキーノンフェスだって俺行ってたんだよ俺昔ロッキーノンフェスカウントダウンジャパンフェス行ってたんだよ俺昔あの、1回か2回マジで俺あの昔のコピバンの仲間と、コピバンした時のメンバー仲間と、そう俺行ってたんだようん。 ミネタさん何したのって何がえー、ミネタくんも出れって、出れ、出て出ってなのどういうことそういうことミネタさんも何なに出れ、出れ、出ないのうん。言ってたんだ。うん。平沢さん、平沢住むとい,い、老人にはウケないよ。どういうこと進撃の巨人のキャラで声優しないんですかなんで意味わかんないこと言ってんだよ、お前。<laughs> なんで俺が突然進撃の巨人の <laughs> キャラで <laughs>、声優で俺がいきなり出てくんだよ。なあ。おい。おかしいだろ、お前。のこちゃん泣いちゃうね。一人で行ってなかったっけそれフジロック。 俺が一人で行ったのはフジロック。うん。いや、だからさ、ロキノウエスいや、そろそろほんとさ、いい加減仲間に入れて、あ、ミネタ、ミネタさんは裸になったのか、それはダメだよ。<laughs> それは出禁になるわ。あ、裸になって捕まっただから、それは。だってさ、さ、ミネタさんは裸になって逮捕されてんだぜ。だって俺さ、逮捕されてねえのにさ、出禁になってんだ、どういうことだよ。意味わかんないじゃん。なんで逮捕されたやつと一緒のさ、扱いされてんだよ。 お、そもそもそっからさ、おかしいだろ。ほんとだよな。俺別に何もさ、俺何もしてないんだよ。何もしてない。なん倒されたやつと同じ、同じ扱いされないといけねえんだよ。ほんとにさ。いや、ほんとなんでだろうね。いや、けどやっぱイメージっていうところあると思うんだけど、そのダイブとかね。やっぱフェスって、ダイブ禁止なんですよ。ダイブ。絶対に。ダイブ。 やっぱ、その、ダイブです。ね。お客さんとか過去にさ、やっぱ、ロキノンフェスは知らないけど、やっぱ、怪我とか、出たことがあるっていう、やっぱ、フェスってやっぱそうなんだよ。うん。怪我人とかさ、そうそうそう。いや、保守的すぎるっていうか、いや、違うんだよ。ほんと実際ね、あの、昔のフェスとか、死人が出たこともあって、そのさ、ダイブとか、模試とか。だから、基本的にダイブしたらダメなんですよ、フェスって。だから、ダイブするさ、イメージがあるからさ、だから、それもあ、た多分それが一番だと思うんだけどね。ロキノンフェス。 でもさ、俺さ、結構さ、ロッキノンの,のさ、あのさ、担当してる人さ、たまに会うんだよ、たまにその雑誌の取材とかの時にさ、たまに会うんだよ、その、そのロッキノン関わってる人ね。それでさ、あのさ、もうだいぶしませんってさ、渋谷に伝えとけって俺言ってんのにさ、そうそうそう、だいぶは絶対しないから出させてくださいってさ、伝えといてくださいって言ってんだけどさ、うん。もうそろそろさ、出させてくれよ、ロッキノンフェス。あんなさ、俺今年もさ、今年ちょっと残念だったね、ロッキノンフェスね。 あの、で、あの、できなかった。あ、結局中止になったじゃん、ロキノフェス。あの、レディクレとか。ね。フェス、さ、残念だったな。あーロキノフェス。残念だったなって。ほんとに俺優しいな。<laughs> 優しいな、俺な。<laughs> こんだけハブられてんのに <laughs>。優しいな、俺。<laughs> 残念だったない。いや、でも、いや、でもほんとにロ,ロキノフェス、ざ、いやいやいや。いや、残念、いや、けどほんと残念だった。みんなも行く予定の人いたんじゃないのうん。いや、ざま、じゃ、ざまとか言わない言わない言わない。ほんにざまとかないよ。うん。 みんなも行く予定の人いた、いた、いたい,い君とかない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 自分だっていつか出るかもわかんないしさ、ほんとリアルに。いや、でもほんとにけど、ロキノンでもフェスとかやっぱね、残念だっ、残念あったね本ほんとにね。今年やっぱコーナーでね。あれ結構なかなか大変だと思うよ。マジでフェス。あの、フェスキャン、フェスキャン。うん。やっぱこれは俺、裏、裏事情知ってる俺、俺、俺だから、みんな多分知んないと思うけど、やっぱフェスをキャンセルするって、莫大な赤字ですよ。莫大な。 ああ、赤字だと思う。マジで。うん、フェス。マジで。ああ。え会場費とか、そうそう、会場費とか、あとアーティストに対するキャンセル料とか、なんかいろんな、わかんないけど。ああ。いやーだよね。行く予定なかったけど悲しくなった。100万くらい寄付したら、うわあ、ねえ、寄付した方がいいよね。マジで。なんとなくやばそうな、わかる。いやいや、なんとなくってか、マジで、いえ、うん、マジでそうだよ。 うん、やっぱね、フェスはちょっとやばいよ、こう、うん、そのキャンセル。だからなかなか板で食ってると思うから。ね、なかなか、やっぱそれはフェスだけじゃないけどね。フェスだけじゃないけどね、そら、ライブハウスとか。あ、うん、音楽業界みんなだけどさ。うん。そうそうそう、音楽業界みんなだけどさ。いやー、ちょっと、踏ん張ってこうぜ。やっぱ、ちょっとね。いや、音楽業界だけじゃなくてもみんなもさ、みんなの働いてるとこでもさ、ね、無職でも、ね、踏ん張ってこうぜ。いろいろ、ちょっとさ。 あー、申請かまってちゃんもつれえもん。つれえもん、申請かまってちゃんビジネスもさ、賄賂やないか。なになんだそれお前。またミルクボーイかお前。それさ、ほんとミルクボーイのネタやめろ。なんか、ちょいちょいちょい挟んでくるやつるけど。えー、踏ん張るは頑張ります。いやちょっとだって申請かまってちゃんもだってさ、やっぱさ、あのー、言ってるけどさ、やっぱさ、ライブがなくなったことってちょいタデだよ。俺やっぱさ、今回新銀の巨人化さ、タイプ決まってさ、あのー、やっぱこうやってさ、 今、リスナー数660人いるけどさ、まあ、リスナー数でもちょっとやっぱ減ったからね。リスナーも減ったし、やっぱ離れたファンもいた、いたと思うもん。やっぱライブなく、ライブがちょっとなくなったことによって、できなくなったことによって、こんばんは。あの、リアルのライブ。まじまじまじ。まじまじ。うん。いや、まじまじまじ。増えたくねって、だから今はな。さ今はな。今はこれ進撃で、なんかね。 それはさ、それは、進撃の巨人ですらさ、増えたけど、リスナーだいぶ減ってたって、俺だって、別に今さ、進撃でも600人しかいねえけどさ、<laughs> <laughs> 進撃主題歌やって600人でよかったって話なんだけど、まあ、けどそう400人ぐらいなったじゃん。ね、400人。で、ね、もともと500人、安定の500人のさ、残さんだったのにね、安定500人のね、信者に支えられてるこのリスナーな、あー配信では、それ四400人に減ったかんね。100人減ったかんね。うん。 だからさ、ノコさんにも飽きて、新生かまちゃんにも飽きたってやつも多分さ、やっぱライブ、ね、そう,そう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 、うん。400年、千葉銀が辞めて離れた人もいいんじゃないまあまあ、それもいたと思うけど、そんなん多分5人、5、6人じゃん。うん、そんなんいっぱいいるまあまあ、わかんねえけど、それはやべえ、マジか。離れてないつもり。6年ぶりにハマり直しました。ありがとうございます。けどまあ、そういう人はいっぱいいるね。やっぱね、ありがたいっすよ。嬉しいっすよ。ね。うん。えー、また戻ってくるよ。安定の500はずっといる。あ、そう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 。うん。 これたんで増えた。100人去って200人増えた。これだから、進撃の巨人のアニメが終わってまたね、進化が問われるんですよ。ぶっちゃけて。うん。これは今は、だから、スーパーマリオで言ったらスター状態だから、進撃の巨人のこのアニメが終わった後、進化が問われます。はい。<laughs> その時こそ進化が問われますよ。はい。その時になって、ね、最初はまだ600人とか維持してんだろうけど、ね、2、3ヶ月経って、半年経って、 またそれで400人に戻ったらそういうことです。はい。はい。でも僕はね、まあそうなると思ってます。はい。僕はちょっとやっぱドライだから。えー、っと、スター状態強い。定着それな。うん。だ、だいたいだってやっぱそんなもんだもん。毎回毎回。タイアップあるとき。毎回、毎回毎回タイアップがあるときは、やっぱりなんかやっぱね、やっぱ人を集まってきたりするもん。やっぱ世の中ってやっぱさ、あ人気者に弱いんだよ。うん。世の中。 この世界の人間どもは。人間どもっていうのは知名度に弱い、弱い奴もいるんだよ。ああ。<laughs> <laughs> そうそうそう。ね。曲に惹かれました。ね。いや、でもちゃんと曲にさ惹、惹かれて、惹かれてるんだったらば、みんながみんなね。曲に惹かれてるんだったら、もうちゃんと絶対残るし。な、みんながみんなな。だからそこら辺の進化が問われるのは、アニメが終わってからだ。ああ。そうそうそう。 アニメの需要がありすぎる、ありすぎるんだと思う。ああ、まあ俺もそう思う。今世界中でな。こんばんは。いや、だってアタックオンタイタンだぜ。世界の。世界のアタックオンタイタンに乗っかりゃ、もうこれはこうなるわ。はい、あ、マジで。うん。おやすみなさいって早すぎだろ、お前寝るのよ。おい。 人柄も曲も惹かれました。えー、プロの戦略、夕暮れと俺も反響あったでしょって何があったよ。あったけど別にそんなもんさ、タイアップ、だからタイアップあったけど、タイアップあったけども、やっぱ残るのは、やっぱり俺のね、20人、30人ぐらいじゃないのって感じ毎回毎回タイアップ。あるごとに。うん。そうそうそう。タイアップあるごとに1万人ぐらいがさ、2, 2万人、3万人が注目、注目するけど、やっぱり、ね。 ほんと信者として残ってくれるのは20人、30人、ファンとして。ね。っていう俺はイメージだけどな。はい。でもそれでも全然嬉しいけどね。うん、素直にそれでも嬉しいよ。俺は。うん、曲が良ければ残るから、そうなのか。うん。海外の人の方が受けそう、受けそうだよね。まあ、海外はけどね、受けるって言ってもやっぱ現地行かないとダメだよ。うん。海外ファンをやっぱこうやってね、あの今物にしてるけど、そうそうそう、世界中でね、俺を待ってるけどさ、やっぱ現地行かんとダメ。 絶対に。おちバックアイザース。うん。今、やっぱコロナで、やっぱこういった時期でね、かまってちゃんもついてないな。うん。そうそう、ついてないな。ね。うん。そう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 。今ちょっとね、やっぱね、今こそ行くべきなんだよ。アメリカでもどこでもいいけど。うん。アフリカでも、どこでも。うん。行くべきだろ。うん。そうそうそう。でも、だから今こういった時期だからさ。うん。I can speak English.、うん、だから、ちょっともうしょうがない。それは。 うん。海外ファンをものにするっていうのは、俺は、まあまあ、それは別に、ね、残ってくれる人は、ね、それはさ、メニーメニえー、いっぱいいると、い,いっぱい、や、メニ目メニにじゃアリルビット。あ、少しは残ると思う。でも、やっぱり現地に行かないダメ。うん。現地に行って、ライブして、うん。そうしないと、根強いファンは、出ない。マジで。うん。根強いファンはできない。うん。そうそうそう。待っててくれるよ。いや、俺はそんな風に、だから、見てないよ。うん。舐めてないよ。 なめてないよ。時代っていうのは、時代っていうのはすぐ移り変わるんだよ。一年、一年ごとに。一年っていうかまあ、ほんと、半年ごとに流行とか、そういった時代っていうのは、まあ流行り流行りっていうのは移り変わるから、今新生かまっちゃう流行りに乗ってっけど、な、流行ってっけど、もうすぐ次次次次次次って、の巡るから。うん。だから全然俺はドライで見てます。はい。アタックオンタイタンツアーしたいっすね。来年はとりあえずね。はい。 巡りよね。ね、ほんと。流行りなんて早いから、そうだよ。それは別に親戚かまっちゃんだけの話じゃなくて、みんなが戦ってることだよ。これは芸能人。うん、芸能人みんなが戦ってること。うん。そうそうそう。うん。ちょっと飲み物持ってきていい飲み物持ってきて、ちょっと喉乾いた。うん。海外でライブは今まであんの海外、今まで、海外ないよ。時代はすぐだもん。うん、海外でライブしかない。リンホラと共演してほしい。レボさんと、したいしたいしたい。心臓を捧げたい。 あ,あアニメジャパンフェスとかね、そういうのもなんかわかんない。ワンチ呼ばれるかもしんないからね。あ、う、あ、ん。アニメ、あの、ジャパンエキスポ。うん。それこそなんか、ね、レボさんとかもそうだけどさ、まあ、アニメ、アニメってやっぱ、そう、あるんだよ。向こうでフェス。海外のフェス。ジャパンエキスポって。そう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 。そういうのはなんかね、フランスのやつとか、まあ、フランスだけじゃないんだけど、いろいろとなんかある。うん。だからちょっとね、そういったところにね、 でも今だからこういう時期だから、ちょっと落ち着いたら、でもねもう、そこら辺もっとついてないね、タイミングね。もう、ねついてないな、タイミングな。ああ、もうタイミングはもうつい、コロナでね。そこら辺やっぱ持って、持ってなっぱやっぱね、タイミングは、まあ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 、まあ試練ですね、つうか。まあまあまあ、まあまあまあ、一刀得ずだよ。二刀追うものは一刀得ずだよ。ああ。 今で満足、満足。うん。いや、今で満足。全然。二頭追うものは一頭絵ずだ。うん。来年もよろしくだぜ、ということで。<laughs> うん。まあまあまあ、全然けど。うん。別にコロナが落ち着いてからでも全然ね、呼ばれる可能性は全然あるからね。コロナ落ち着いて、別に海外渡航できるようになって、ね。そこからでも全然呼ばれる可能性はあるからね。この神経の巨人の曲でもね。うん。いや、マジで。やっぱ、世界のアタックオンタイタンですからね。うん。 やっぱアタックオンタイタンは続いてくじゃん。まだアニメ、ファイナルシー、今回ファイナルシーズンですけど。ファイナルシーズンですけども、俺の予想と、ファイナルシーズンその1、その2ってあると思うから。そう,そう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 。うん。言ったらファイナルシーズンその2とか、またエンディングとかでさ、俺さ、ね、呼ばれるかもしんないからな。ね。うん。また呼ばれるかもしんないからね。うん。ね。いや、わかんないよ。また、構ってちゃうね。いや、また俺呼ばれるかもしんないからね。オープニングとかエンディングとか。 うん。何があるかいや、マジマジマジだって、だ、だって、だってもうさ、に、2期やって、ファイナルシーズンやって、もう2回もやってんだよ。もう2回、2度、2度あることは3度あるって言うだろう。ね、仏の顔は3度までだよ。だから、3回目ぐらいはあるんじゃないまたね。なんかね。うん。また神曲作るな。作、作らな。あ、作る作る作る。うん。作る作る。うん。映画、あ、映画とかあ鬼滅みたいな感じで。ああ俺もけどね、確かに。そう。俺も、次確かにね。 新規の巨人って俺最後確かに鬼滅の刃みたいに、俺は映画、俺、俺の予想映画化、俺、これ本当はあくまで俺の予想ね。あの、映画化ってありそう。ね。うん、映画。いや、映画化確かにありそうだね。うん。最終、ね、最終回とか、え、なんか最終回ってか、なかファイナルシーズンはね、映画、映画化みたいな。うん、それはありそう。うん。ハリウッド向け、新規の巨人。え、いや、でもリアルにそれはマジでありそうじゃない うん、こさんも声優で登場してね。うん、売り場いだーって。な、うん。サントラっぽい。進撃の巨人なら鬼滅に対抗できる。特に今はね。いや、鬼滅は今だって強強だろう。鬼滅は今強強で。だって工業終年だってやっぱね、あの、ありえって抜いたんだろう。な、すごい1位で。すごいよね、鬼滅。でも鬼滅も実際面白いかったな、あれな。俺映画館でまだ見てないけど、鬼滅の刃。うん。どうせ今年やるっしょ来年やるっしょ来年。うん、来年どうせやるっしょうん、鬼滅。 ああ映画ああ。テレビで。金曜ロードショーでああ。だからどうせそれで見るわ。鬼滅の映画良かった。ああモノクは巨人が似合う。映画なら時期が。えー、映画泣きました。千と千尋抜くのすごいよね。えー、すごい別に千と千尋だから俺そんな評価しないよ。あの映画。うん、別に千と千尋は普通に面白いって感じ。うん普通に面白い。ジブリ映画の中ではね。ジブリ映画にしては普通って感じだから僕の中では、うん。トトロとかに比べたらね。 えーっと、テレビでね。えー、リサさん、レコード大賞受賞。あ、おめでとうございます、リサさん、ほんとに。いや、けどね、俺はリサの曲はマジでね、ほんと好き。グレンゲと、あと、炎とか曲ほ、なんか、あの、炎かなんか知んねえけど。あれもめっちゃいい曲。うん。レコタイが炎でした。あ、ほんとに。うん、おめでとう、おめでとう。うん。いや、けど、炎めっちゃいい曲じゃないあれも。僕たちは、なんとなく、なんとなく思うんだーって。うん。 あれ普通にあんま知らんやんってあんま知らねえようん、あんま知らねえけど、その、じゃ、いやけど普通にラジオで流れてくるから、車運転してる時いや、ほんとに。あれ普通にいい曲だなと思って。最初は別にそうでもなかったんだよ、俺、ホムラ。うん。最初は別に、まあまあ、だかなって思ったんだけど、聞くたんびに、いや、これ、やっぱいい曲だなって思ってきて。そう。いや、ホムラ、そう、いい曲。メロディー、そう、いい曲、いい曲、いい曲。うん。<laughs> えー、煉獄さんっぽい曲。あー、まあタイトルがホムラだ。ほう、火柱。<laughs> 火柱ですからね。炎柱の煉獄。あー全然違ってないが。つむらちげえや。あーほ、ほむらダウンロードした。ああ、でもレコーそうなんだあー。おめでとうございます。ああ、レコード大賞とか <laughs>。縁がある日は来んのかな俺もな。まあ、レコード大賞とは言わんけど、ミュージックステーションとか、俺がさ、あー縁がある日、来んのが、かっぽで。あの、だからさ、縁がある日、新生かまっちゃう、マジでね。 いや、夢いっぱいだよ。ほんとに。やっぱ、新生かまっちゃんって夢いっぱいだよね。マジで。夢が、ほんとに夢がある。ねえ。他のバンドだったらすぐさ、やっぱさ、ミュージックステーションとかさ、紅白歌合わせとか夢叶っちゃうじゃん。ねえ。新生かまっちゃんってやっぱさ、<laughs> やっぱイメージとか色々ね、あるからさ、やっぱり夢、ほんとに夢じゃん。ねえ。ほんとにほんとに夢じゃん。うん。アイハ、アイアム、ねアイハブドリームだよ。マジで。ねえ、キング牧師だよ。ねえ。 アイハバドリーム。ね。来年怖くでしょ。いやね。だからさ、夢、夢だよ。マジで。夢、夢。マジで、マジモンの夢。夢いっぱいだよ、だから。35歳になってもこんな夢見れるっていうのはなかなかね、いいね。うん。35歳になっても、あのー、夢見れるのはいいっすわ。え、うん、無理に、か、簡単に叶っても、こさんは私の英雄だよ。キングヌは怖く蹴ったぞっていうことえ、あいつら何怖くたかっすよ。蹴ったのキングヌー蹴ったのっていうことキングヌは何 えー、なにあの、つねっちゃんが、ね、あの、つねっちゃんが、ね、あのー、もう、なんか、ね、アーティスト魂、こじらし、こじらしすぎちゃって、俺たちは、ね、もう、そんな、ふさわしくねえ、みたいな。つえたくんが、つえたくんが、やっぱ、芸術家だま、芸術家ー、<laughs> そして、やっぱ、やっぱね、やっぱ、つえたくんって、やっぱっや、っぱでもそうじゃん。うん、でも、つえたくんは、やっぱ、いや、天狗かって、いや、でもさ、 やさみ、でも、つえたくんはさ、やっぱ勝手な解釈やばって、けどそんな感じはないつえたくんって実際そうじゃん。うん。あ、なんか、すげえ、なんか分かりやすいぐらい、ポリシーあるあるある。あれは、あ、だポリシー出てんじゃんむしろ。<laughs> 分かりやす、可愛い,いぐらい出てんじゃんつえたくんって。ね。<laughs> なんか、すごいよね。いや、俺はむしろ、<laughs> ピ、ピュアだよ。ピュア、ピュア、ピュアだ、ピュアだよ。うん。だから、全然、けど、な、何蹴ってんだこの野郎。な、ほんとにや。おめぇ、 おまあまあまあ、けど売れ、売れる気そもそもないんだろうな。だから売れる気そもそもねえじゃん。うん。別にさ、キングヌーって。うん。売れる気そもそもねえじゃん。な。だから別にどうでもいいんだよ、本当に。うん。もう売れてるし、たまたま売れてるのはもんって感じでしょ、本人たちからしても。テングヌーとか言われそう。<笑><笑>いや、別にいいじゃん、曲が、曲が良ければ。うん。曲が良ければいいじゃん、別にそんなもんなんだってさ。やり方は。 うん、そんなもんは。うん。いい曲聴きたら、そう、なんでもいいよ、そんなもん。うん。初見です。川本さんとのフロントメモリー聴いてます。あ、まっちゃんともまたなんかね、対ンとかしたいわ。こんばんは。川本誠さん。ね。うん。何を蹴ったのディスやんけ。夜遊びの怖く質や驚いた。あ、夜遊び出るんだええー、おめでとう。うん。キング i ー g もアニメ化だし。あ、そうなのうん。 えー、今、ナンパの金融道みたいな服着てますね。何、ナンパの金融道って。人と比べる必要なんかないよ。そうそうそう。人と比べようとしてるのお前らだけだよ。うん、マジで。うん、まあ、お前らじゃないんだけど、世の中の人だけだよ。世の中の大多数だけだよ。他人と比べてさ、ね。自分の物差しを持ってないでさ、何考えて生きて、生きてきたんだ。ね、ちゃんと自分の、ね、確立した考え、思想、思想哲学持ってたら、 ね自分の物差しだけで生きるようになるよ、普通に。な。うん、他人と比べるなんて、小学6年生前だよ。だ中2病発症してから、もう絶対そうなるしょ普通に考えて。俺は中1から。俺だから中2病、本当リアルに中2病発症、発症してからずっとそうだもん。うん。他人と比べてない。本当そう、アイデンティ、いや、でもそうしょ。うん。えー、そん中でちょ、ジュース、ジュース持ってきて。 ジュース持ってきたくださジュース持ってジュース持ってき、持ってくる <laughs> 初見です。えー、初見の人3点セットよろしくお願いします。あの、進撃の巨人のね、オープニングを主題歌貼ってる人です。はい。今、世界中でち、ね、オリンコチャート、ね、あの、1位です。はい。すごい人です、今。今、すごい人です。野呂さん、ノーアルなんだ。そうだよ、ビールも飲んでないよ、俺。ビールも飲んでねえよ。酒も飲んでないよ、みたいな 人と比べたるの、やめたら楽だよな、難しいけど。ああまあ、難しいのね、けどね。人って、わかるけど、俺もこうやってい、い、言ってんじゃん、昔からさ、人と比べるなんて、ね、そんなもんさ、クソみたいなことやめろって、お前らに、配信で。でもやっぱ難しいよね。うーん。難しい時は俺もある。俺もやっぱなんか、時として比べちゃう時あるもん。うん、なんか気づいたら、あ、自分やられちゃってるみたいな。それはなぜかというと、社会に属してると、なるんですよ。学校とか、そう。 学校とか、会社とか、社会に、そう、属してるときとか、たまにやっぱ、毒されちゃうんだよ。そう。そう、社会に毒されちゃうとなるね。うーん。まあ、学校は比べざるを得ない。まあまあ、そうそう、そう。社会に、そう、毒さ、毒、そう、その時、自分毒されてるなって。だから、心を清めよ大島良介う、の子、心を清めよって、いつもやってる。うん。 いつも、心を、だから、家帰って、正してます。はい。えお得なさ、じわじわと毒される。いや、だからそう、ちゃんとね、うん、だからちゃんとそれしないと毒されたまんまになっちゃうから、わかるのに比べてしまう。そう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 。でもそれ僕だってそうだよ。僕だってたまにあるんだよ。ね、あいつのが身長高えなって。ね、こっちはこっちたら本当に500メートルあのに、なんでかっこ、なんで俺のが小さいんだ、この野郎、みたいなさ、エッフェルトーかよ、この野郎って。だからさ、 やっぱ人と比べてしまうときあるんですよ、僕だって。ね、嫉妬、嫉妬するときあんの。でも嫉妬っていうのもやっぱいっぱいあるね。うん、嫉妬するときってのはあるね、やっぱ高年になっても。ね。さすがですってやねか。でも嫉妬しなくなっても終わりじゃないなかなか難しいとこだよね、これな。人と比べるのさ、ちょっとしないほうが楽だけどさ、嫉妬しなくなったらなったらさ、それもなかなかね、ちょっとなかなかダメだよね。うん、ジラ、ジラシーなくなっちゃったら。 うん、ぶっ殺してやりたいってやっぱ気持ち大切じゃん。うん、やっぱそれあるもん。俺別に言わねえけどさ。<laughs> こいつ死な、今死なねえからまで言かねえけど <laughs>。まあ、まあまあけどストレートが言うとほんとこいつぶっ殺してえなこいつみたいなさ。マジで。うん。こいつぶっ殺してえなこいつみたいなやついるよ。<laughs> いっぱい <laughs>。言わないけど <laughs>。言わないけど <laughs>、はい、俺ね。 そう、こいつぶっ殺してぇな <laughs>、みたいな。ふなっしーとか、いや、全然 <laughs>。なんでふなっしーふなっしーはむしろいいじゃねえか、別にあんなもん <laughs> ぶっ殺さ、ぶっ殺す質問なかったじゃねえか、お前。ふなっしーどこ行ったんだ、あいつよ。ほんとにさ。ふなっしーにも確かに嫉妬したかんな。俺な <laughs> 一<気>。一撃。うーん。いや、でもまあまあ、でもまあ、確かに嫉妬っていうのもね、やっぱね、殺,いや殺すことないって、それ物理的に殺すとかじゃなくて、そうそうそう、負けないぞっていう。そう、負けないぞっていう魂ですよ。 負けてた、くっそーって。そう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 ,そう。うん。畜生って、うん。でも僕は実際ね、本当にね、僕が、音楽、例えば僕自分の仕事、音楽、音楽とかで嫉妬っていうのが、まあ、あ、あ、芸術で嫉妬っていうのは、あ、あとしたらやっぱ、そう、芸術ですね。うん、別に身長とか、本当にリアル、リアルな話、身長とか、あ、誰か、誰が、誰誰が売れてるとか、そうそうそう、お金稼いでるとか、そんなことには嫉妬は全くしない。 うん。やっぱ芸術で、そうそうそう。あ、この、だから音楽でも、絵とか、絵でも何でもいいんだけど、映画でもね、いいよ。うわ、この作品すげえっての、見た時に、もう、やっぱ創作意欲、かき立てられるね。なんか、俺も早くもう、この映画、いいけど、あの、早く家帰って、曲作りたいんだ <laughs> そ,そう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 。いや、それはね、ほんとね、ある。マジで。 うん。なんで俺客席いるんだこの野郎。くそでも、いいな、これいいな、みたいな。うん。それはね、あるよ。うん、それは本当に。げやっぱ、やっぱ同じ芸術家としては、やっぱ芸術作品に、素晴らしい作品見たときは、素晴らしいなと思いつつも、そうそう。素晴らしい作品だなと思いつつも、やっぱ、あのー、すげえなってあ。この曲すげえな、みたいな。やっぱ曲でもね、 ヨネスさんいや、ヨネスさんの曲でもやっぱすげえなってあるよ。うん。ヨネスさんでも、俺誰なの具体的にな。いや別に、ある、俺結構あったりするんだよ。別に、それこそヨネスさんでも。なんだろうな。うん。でも、ヨルシカとか、やっぱ俺、あーまあまあヨルシカとか、ヨルシカのね、七国。うん、俺最近、いや、これ別に他にも、別に俺が評価してる、ね、若手バンドの曲いっぱいありますよ。うん。言ったらよ、夜遊びとかさ、ね、ずとまよとか。 もう夜軍団。夜軍団みんな評価してるよ。みんな本当に曲素晴らしい。ずっと前も新曲素晴らしかった。はい。しゅよ、けど夜しかない。そう、ヒッチコックは、あれはね、嫉妬しましたね。ああ、あれは嫉妬しました。なんで嫉妬しかったっていうと、あの、僕って夏の曲でよく作るんですよ。けど、あの、ヒッチコックってすごく夏を切り取ってて、しかも曲もよくてメロディーもよくて歌詞もよくて。んで、MV もすごいよくて。うーん、ヒッチコック、なんか、トータル的に、 素晴らしかったっす。MV もよ、なんか、トータル的に。夜しか、夜軍団強いよな。うーん、かん、いや、いや、いや、座った。えー、とりあえずヒッチコック、俺は。うーん。夜しかすごいねってか、夜軍、いや、けど、よ、よ、よ、夜軍団すごいよ。ヨネズ、夜しか、夜遊び、みんなボッカロッピーだって。あー、ボッカロッピーあーけど、今、けど、若手のバンドだけどさ、やっぱさ、まあ、そういうことさっきのキングヌーもそうだけどさ、やっぱ才能ある人多いよな。今な。今すごくないやっぱ方角って。な。 新生かまってちゃんもいてさ、な、今邦楽ってなかなかさ、ね、だってさ、昔だ、10年ぐらい前ってさ、こんな言い方あれだけど、ちょっと別にバンド、バンドとかってさ、あれさ、全然いなかったんだよ、新生かまっちゃんとかセカワとか、そういうや,やつは10年前って、シャオリコンチャートとか。うん、言ったらアイドル。アイドル勢が強くて、ね。 うん、そうそうそう。別に、俺も、AKB 別にさ、嫌いじゃねえけどさ、ね、I want you とかさ、いい曲じゃん。ね、俺、あの、恋するフォーチュンクッキーがさ、大名曲だと思ってんだけど、あれは。恋するフォーチュンクッキー。でもやっぱ AKB とか多かったじゃん。ね。だから今すごい結構ね、あのー、そうそうそう、スタッスタッだってたじゃん、バンドが。今すごい、なんかバンドとかさ、なんか、すごいよね、今ね。ほんと、才能ある人いっぱい出てきてるよな。今な。あのー、これ、バンド、若手。若手が。 だから若手は若手同士でなんか大変そうだよね。バッチバチだよな。まあいや、バッチバチって別に俺も若その若手の一人なんだけど。ね。やっぱね、僕もだからね、そういったね、さっきも言った通り、ね、ぐぬぬってすげえなって、ね、嫉妬するバンドとか、いますよ。いや、心は、い、だか別に若手とか別にないじゃん。こんなもんさ。別に中堅とかでも、まあ実際中堅だけど、ない、ないじゃん。古いとか。年齢関係ないじゃん。そこはさ。別にそこに対しては。 なんかやっぱ、作品に、うん。100年経ったらみんな死ぬんだぜ。別に人間って。人間って100年経ったらみんな死ぬし、別にそんな言ったらもさ、もっと究極言っちゃったらベートーベンの曲にも嫉妬するさ <laughs>、ね。<laughs> もうなもんさ。<laughs> なあうん。切磋琢磨ですね。うん。いやでもほんと当んとほんと。藤井風さんはすごいね。だから俺言ってるけど、藤井風くんとか、 うん。これからでしょ。うん。進化が問われるのは。精神薬アイザース。うん。やっぱ俺ぐらいの、かまってちゃんとかセカワとか、なあの、俺たちぐらい10年やってきて、なそれでも評価され続けてる奴らが本物だよ。うん。だから、あのー、メジャーデビューしたての連中っていうのは、 メジャーデビューとか、デビューしたての連中、まあ出てきた、なんかやっぱ出てきた、出てきたばっかの連中っていうのは、やっぱポットでブーストっていうのがありますから。メジャーデビューブーストとか。あ,ブあの、やっぱみんなが世間が用意するから。世の中の人たちが。やっぱ若手っていうのはみんな用意されるんですよ。やっぱ若い息吹っていうのは。うん。若者には若者に用意されるし。そう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 ,そう。だから、 本当に、十年、十年経ってだよ。十年経って、それでも、ね、お茶番ガイザース、生き残って、ちゃんと素晴らしい作品を作り続ける、てるかっていうね、ところが、うーん、だとは思うけどね、俺はね、やっぱやってきて、デビューブーストはあるある、ぜ、うん、それはある。うん、新卒枠やな。うん、でもだから、そう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 ,そう、うん。うん、デビューできただけでもすごいけど、 うん、作り続けられるかとか。まあまあ、そうはね。まあだからいろんな理由でね、やっぱやめちゃう人もいっぱい見てきてるからね、俺もね。そのなんかやっぱ純粋すぎるがゆえに、うん。やっぱ純粋すぎるとやっぱね、やっぱこの業界すぐ潰れちゃうから。あの、その音楽だけじゃなくて芸能人でも。芸能人ってかみんな。うん芸能人って。もうすぐ潰れちゃうからね、この業界。やっぱちょっとでもなんかね、心がね、腐ってる部分ね、と。な、マジで。うん のこさんデビューブーストだ、ついにブースト。のこさん、な、ついにブーストしたら、お前、そんなもん、俺が、リスナース400人いかねえじゃん、この野郎。な。倉橋恵こさんとかな、倉橋恵こさんとか、お前さ、倉橋恵こさんとか、あれさ、あんなガチの天才、お前、あれ、シャイ人いるだろ、倉橋恵こさん。ガチの天才だもんな、あの子はな。あの子じゃねあの子とか言っちゃった。だからまあ、俺先輩だけど。倉橋恵こは、消えちゃったよね。倉橋恵こは消え、消えちゃったよね。 天才だよ。倉橋恵子知らない人いるいや、天才ですよ。だから、倉橋恵子。うん。大天才すぎて。でもだから、そんぐらいの知名度だよね。倉橋恵子って。だから、倉橋恵子って、確か、いったら、俺、俺の、あれじゃないあう,加慎吾うん。うわ、カトリうん。うわ、カト慎吾ンゴって。倉橋恵子って、あ、けど、俺た、俺、新生かまちゃ2010年よりちょっと前か。 ちょっと前に出てきてた。2000、何年の人は ?2007 年なんかちょ、いつの人だろう倉橋親子って。くら、人生かまっちゃんよりちょっと前のイメージ、俺は。うん。友達の歌とか好き。ああね、かっこいいよね。友達の歌。これかな。ちょっと俺、ジュース持ってきたいから。ニコニコか。たま、たまご、たまごとじ。残三種類少し前に聞いてた。 あ、俺、俺を知るかも、そう、2000年にデビューしてんだ。あ、結構、そんぐらいなんだ、デビューは。あでも、さ、ガチの天才はガチの天才なんだけどさ、そのさ、本当て、た、こ、だから、倉橋優子さんとかも、わからん。どういった理由で、ね、引退、引退引退したのか知んないけど、あ2008年で活動終了やっぱ、なんかやっぱね、天才すぎるがゆえに、やっぱ引退とか、純粋、純粋すぎるがゆえに、この業界 業界がやっぱお、腐った大人のやっぱさ、やり方とか見て、いや、やっぱさ、やめていく人って昔からやっぱ本当にいるわけよ。うん、いや、マジでマジで。うん。いや、これ、それは本当昔からそうだと思うよ。それは本当、500、500年前から。500年前から芸能界ってそうだと思うよ。うん。ほんと、引退ならまだいいよ。自殺したりとかもあるわけじゃん。ね、自殺、最悪自殺したりとかさ。ね。 けど倉橋恵子さんちょっとどうせだからちょっとじゃあ流そうかちょっと俺もジュース取ってくんね倉橋恵子さんでちょっとねこれ友達の歌わはもじゃねえかこれあ違う <laughs> ネットフリあったネットフリくクス <laughs> 今夜しかのこれ引っ張ったえーっと、えー、ネットフリだった じゃあちょっと倉橋恵子さんで友達の歌聴いてください名曲ですかっこいい超かっこいい曲です <music> かっこいいよねこの曲中毒性あるよね でこんな出るの？え？うん。ちごえです。いや結構かっこいいよねあの曲。うん。何もできない。いやもっと売れて欲しかったっていうか。 活動を続けてたら絶対売れてたっしょ。うん。この人は。いいね。<music> っねうん、酒に合う曲だ。じゃあちょっと見なって。 パーバーハッピーニューイヤーよいお年を KPA ハッピーニューイヤーハッピーニューイヤーハッピーニューイヤー ハッピーニューイヤー違っす <laughs> うなちゃんまねいやでも結構やっぱねこういうねあのー、まだ本当天才っているからねいやみんなまあ初めて聴いたって人もいると思うけど言ったら僕も知らない世界中にはやっぱ僕も知らない人もいると思うからね うまい日本でも、いるよ。結構、本当に。まあ、言ったら本当と俺も知らない人。やっぱ、いるんですよ、天才って。別にその、やっぱ知名度、知名度がやっぱさ、ね、ない、ない。全然ない人って、人でも、人の中で当然。だから、ね、のこさんはうまくやってよ。うん。 ああ、のこ、のこさんはうまくやったよって。ワンピースのカイドウみたいなこと言うけど、白ひげの親父はうまくやったよなって。そういう感じ。のこさんはうまくやったよ。な。うまく交番いったな。そう、努力したからね。そう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 。宣伝の、宣伝の努力したから。宣伝のね。うん。ああ。いや、うまいな。えー、っと、ワンピース見てるのって見てないよ、今。今、自分の画面見てます。 ワンピースで誰が好きトッパー。えー、っと、のこさんの好きなアーティストたくさん教えてほしい。だいや、たくさん教えてほしい。だから、ウィキペディア見ろって。だいたい影響を受けてるアーティストは俺だから何回も言うけど、ウィキペディアに載ってんだろう、のこさんのなんかさ。ねえ、うん。結構俺だから昔の、あのー、方々、方々というか先輩の方々、ね、筆頭にもう何回も言ってるけど、それ以外で言う人誰か、 だいや、いるんだよ。なんか配信中出てこないんだよね。俺結構いるんだよ。ほんとマジでいっぱい影響を受けてる人。ウィキペディア、うん、まあ、ボアダムスモード、こんばんは。続けるこビー、まあ、ビーズ好き、マジで当たまあ当たり見えだろ。大好きだわ、ビーズ。うん、ビーズ大好きだって、俺ビーズのだってさ、ミュージックビデオじゃなくてさ、ビデオテープ昔ビデオデッキにビデオテープ入れて、それで、ビーズの稲葉さんが、ビーズの、ビーズの、 ビーズのライブジムにやうこそうって、ずっと真似したんだ俺。もうずーっと昔俺、小学生の頃一人で、ここで、家で。うん。そうそうそう。いや、マジでマジで。うん。いや、これ、この、そんぐらい俺ビーズ、似てるし俺一回そんぐらい好きなんだよ。そんぐらい好きなんだよ。うん。タイマーズ、あ清志郎さんしょ清志郎さんも好きだよ。うん。でもね、清志郎さんあんまり撮ってないんだよ俺。うん。あんまり撮ってないんだけど、そうそうそう。でも好き。 曲もね、俺なんかメジャーなとこしかね、俺知んないんだよね。俺、だからさ、ちゃんと聴こうかなって、RC サクセション。ちゃんとアルバムで、そう。<laughs> ちゃんと聴かないとダメだって、そろそろ思ってる。俺、メジャーなとこしか知んないよ、マジで。曲。リーズモノマネさん。オアシス、オアシスはそうですけど、RC 聴いてないんかな。そうだよ、あるだから、俺、アルバムでちゃんと聴いてないの。RC サクセション。うん。えー、残せー新曲聴きました。ありがとうございます。 尾崎豊もまあいい曲ね、ありますよ。ダンスホールで。ダンスホールで踊りましょって。あの曲はなんだかんだ一番いいからね。あのガラス、窓ガラスぶっ壊してる曲とか、あんなよくないから。うん、オ崎キ、オうん。ダンスホールが、ダンスホールだっけうん、曲名。あれがめっちゃいいよね、尾崎豊は。うん。初めて買った CD はビーズだったな。お、俺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 ,俺スピードだ <laughs> 俺はビーズじゃなくて俺スピード。ゴーゴーヘブン。確か。初めて買ったの。ゴーゴーヘブン、スピードの。うん。 ジョン・レノン、RC サクセス、玉木浩二あ、生きていくんだ。天才だよね。それでいいんだ。ね。うん。いや、カラオケ配信やったら俺だからさ、今年もさ、カラオケ配信さ、明日さ、できたらさ、ね。だから俺のまたさ、影響を受けて、そいつはデーだって歌ってるしさ。なぁ。マジで。あー。カラオケ配信、ここでできないのてか。<laughs> ね。ここでできたりしねえのか、逆に。なんか、三人でさ、 これさ、お、お互い曲流してさ、このさ、要するにさ、あの、<laughs> iTunes 流してさ <laughs>、で、それはでき、それはできないのかなうん、でも、あ、でもツイキャスってなんかなかなか、あや、あ、あやいんだよ。スレスレなんだよな、ね。カラオケアプリみたいな、スマホアプリでやろう。あ、なんかできるのスマホアプリとか。え、でも別にさ、自分の曲でもさ、ね、こうやってさ、でき、できるわけよ。自分の曲でも、これ。ね。うん。 著作さん著作権的な問題かって言ったら、まあ今更なんだけど <laughs>、今更著作権を、ね、崩壊しまくって、ずっと配信やってきてるんですけど <laughs>、ね、<laughs> 今更なんだけどね <laughs>、まあなかなかそこはツイキャス運営さんがなんか多めに見てきね見、見てくれてるのか、お嬢ちゃま、窃盗組織のお嬢ちゃまです、私はクラスの命令を、 行かなきゃいけないのよ、あなたたちって。まあ、こんな感じで、確かにできなくはないんじゃないのね。ね、こういう感じで。キャス流せるんだ。えできるんだ。まあ、いいや。うん、電話、ああ、すリモートカラオケ。うん。なんかい,いけそうだよね。別になんか iTunes、そうそうそう。ね、うん。なんか、だからでき、なんかできるんじゃないそれね、カラオケ配信ね。みんなメンバーでね、おのおのね、iTunes やってね。うん。ええ。 心境聞いて残さんすげえと思います,すごいの知っていたけども。あ、改めてってことね。ありがとうね。YouTube ほど厳しくなさそう。あ、いやでも俺、だって、俺、そう、厳しかったら、ね、もうとっくにだってさ、とっくのトータローにバンされてるだろう。<laughs> うん。まあまあ、そこら辺はまあ、まあ信念だし、ちょっとまあもしできたら、ちょっとそれも一つネタができて終わった。そう。えっ、ー、と、あ 結構、あ、しおりんがやってた歌、配信でカラオケっぽく。あ、そうなの。だ。まあ、とりあえずけどさ、ベートーベンゲン、ベートーベンゲンって。まあ、けど、明日けど一つ企画ができるのはいいわ。だってさ、もうずっと3人でリモートでさ、なんか3個の画面映してさ、やってるだけって、なかなかね、なかなかちょっとリスナーとしても物足りないとは思うけどな。やっぱいつもに比べて。いや、こ、こ、こここっちもそうなんだけど。こっちもそうなんだけどさ。うーん。いや、でもそ、それ仕方ないじゃん。そんな文句言うなよ。 まださ、さ、三人集める、あつ、集まれるだけさ、な。そんだけでもまだいいだろ、三人の顔見るだけでもさ、そんなもんよ。だから、それはまた、ね、あの、2022年に残しとくんだよ。その時に爆発しよう、な。モロハかよってないか、モロハ、モロハみたいな喋り方してるか、俺今。<laughs> な。文句、文句ないよ。文句は、だから、2022年ね、うん、年越し配信2022年の時に爆発すればいいんだその分。な。うん。今耐える時だ。な。 雑談も楽しいよ。あー、雑談も楽しいけどね。まあ、楽しいけど、ちょっとどうなるかわかんない。ちょっと明日、俺も不安。ちょっとリモートで。めちゃめちゃ下りそう。超下りそう俺、ね俺。俺の予想。俺もう予測予想,予想しとくよ。なんかすっげーなんか、シーンってなるね、シチュエーションが、あのー、まじまじに30回ぐらいあると思う。シ <laughs> ーンってなる <laughs> シチュエーションが、30回ぐらいあると思う。 お酒飲んでていいんすかって、なんか、みんな酒飲んでください。み、メンバーみんな、けど、メンバーみんな酒飲めるから、今回は。うん。ちょっとね、わかんないけどね、うん。ぐだり、まあまあまあ、ちょっとメンバーみんな酒飲めるからね。うん、ちょっとね。うん。とりあえず、年越しまでは3人でやって、うん、年越したら別にスペシャルゲストも呼んでいいと思ってるから。あとは、なんか、もうずっとだから3、三人でやるのもね、ネタもないと思うしさ。 それこそ、ゆうくん、ゆうくんとか、ね、あの、ま、待ってます。だから、ね、あいつ。あ土下座して、あの、裸で裸で、ズームの、ズームをインストールして、待ってますって、あいつ言ってたから、LINE で。だから、なんか、よ、呼ばねえのもなかなかこれかわいそうなのかなって思って。<laughs> そう。<laughs> だから、一応、ちょっと、まあまあまあ、別になんかね、ちょっとぐらい読んでもいいわなって、その、ね、年越し終わったら。うん。ね、読んであげて、そうそうそう。 いやーでもなんか、そういうのはね、バンされるぞ、ほんとだよ。あの、でもほんとにさ言、言うだけじゃなくてさ、あー言うだけじゃなくてさ、それこそね、懐かしめ、それこそ、つるぎさんとかもね、まあ、つるぎさん、みんな知らねえか。知らねえ奴もいるか。そういった、し、ニューキャラじゃ、ニューキャラじゃねえと。昔の、アモさんとか、いや、アモさんとかも知らないのゃん。うん、ニューキャラじゃねえと。まあまあ、でも、けど、それでもね、多分ね、つるぎさんとか出てくんないと思うわ。もう家族サービスで忙しいと思うから。 キングヌー予防。アオウさん。いや、ミュージシャンとかでもでもうね、ないよ。うー、うん、うんうんうん、うーん、うーん、う深瀬くんとか、ねえ、昔、一瞬だけ出て、出てくれたことあったけど。うーん、ない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 。もう、あえぐな。うーん、まあ、ゆうくん、一般人かい忙しい。山崎君とかだから呼んで通すんであんな。<laughs> あんな無人島にいそうな髪型してる、あんなおっさん。<laughs> 山崎とかよ。 て、テトとかみんなさ、けど、ま、テト知ってる人はいるっしょ、テト、テト。うん。千葉銀はだから、千葉銀も家族サービスでも呼ばんねえやつな、も、ま、うん。おっさんっていいじゃん、こんばんは。山崎、成田、まあまあ。ちょっととりあえず、ちょっともうそろそろ、うん、あの、僕のせ、世界の新生かまってちゃんってことで、あのー、あれー、世界の新生かちゃんってことで、今、 あのね、僕の、進撃の巨人のね、あの、僕の戦争が世界中で受けてて、今、オリコンチャートね、世界中各国、か、50カ国で、あの、オリコンに入ってるという、今、現状が起こってます。はい。マジで。スポティファイチャートうん、すごくない ?50 カ国。うん。世界の申請がすごいですよ。マジかマジマジ。これマジ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 。これマジだよ。これマジだよ。うん。いや、これマジですよ。世界、グローバルです。これマジっすよ。 世界の構ってちゃんで、今、本当に。うん、世界のビートくんみたいな感じのレベルで、世界の構ってちゃんなってますよ。はい。みんな聞いてやばい、いや本当だよ。何円入ってって、まだ、だからわかんねえよ。まだ入んない。これ、入る、いくらあれ、稼いだって。お前ら本当と、替えの話ばっかすんな。本当にさ。ね、汚ねえな、本当と。替えのことしか頭にねえのかよ。な。うん、俺だって気になるわ。いくら入るか。な。うん、いくら入るか、真面目に話。ねいくら入るのかな。 でもやっぱり俺は、あの、あんまりね、あんまりね、やっぱ期待してない。それはやっぱ今までの経験からなんだけど、でも今回ワールドワイドだからね、どうなのかね、俺だから前回さ、30万円って言ったじゃん。ね。30万、40万。1000万ないないないバカ言うなお前。バカ言うな。それは100%ない。100%ないから1000万は。バカ言うなよ。なあ。一曲だから。 一曲、それ、なんか十二曲ぐらい、ま、あ三十曲ぐらいさそん、バズってたら千万とかあるかもしんないけど、一曲一曲一曲。百ゃ、まあ100、百万うん、まあ、まあ、リアルなとこわかんないね。50は超えて、まあ、そう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 。だから、五十万から百万。いや、ひゃ、いや、分わかんない。い百万以上はないと思う。だから、五十万から百万の間はちょっと夢見ていいと思う。で、俺の中ではちょっと夢見てる。うーん。そうそうそう。五十万から百万の間。うん。けど、一曲だよ ああ僕の戦争、一曲だよ。一曲でそんなさ、ね。な、ない、ないよ。ない話だよ、そう、そうそう。世界だぞ。まあね。うーん、ギャラはどういう形でもらえ、もらうの印税以外で、ね、ということいやでも印だいたい印税ですよ。印税以外ってのは、わからん。多分なな、ないんじゃないかな。まあ、まあ、基本的に印税です。 もっと行個し個言うまあでも、未だにだから僕でいつも言ってるけど、その、ちゃんとね、正直に言ってるのは、あの、まあまあ、印税ってミュージシャンって、一期二期、なんか一年に、一期二期三期みたいな感じあって、精神薬改ざんす。一期二期三期って、それご、なんか、何期ごとに、あの、印税が振り込まれるんだけど、俺は、未だにやっぱ、ロックンロールは鳴りやまないと、OS 宇宙人。この二曲が超強くて、そう。 OS 宇宙人はだって10年前のアニメ。電波女。そう。10年前のアニメだけど、未だに、あの、最、最後、最後は4万3千円ぐらい入った。1曲で。4万3千0円。その、そうそうそう。今年ね。4万3千一1曲で。で、ロックンローラー鳴りやまないは多分いろんなとこでラジオとか流してくださってるから、そうそうそう。あのー、ロックンローラー鳴りやまないは2万円とか、2万3千円とか。あ,あと、フロントメモリーも、そうそうそう、2万円とか入ったな。 うん。そう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 。い、そう、やっぱり、あ、今アニメとか、でもやっぱ、やっぱ、やっぱタイアップ、タイアップとかもらった曲ってやっぱ強いな。うん、フロントメモリーもそう。うん、300万くらいだっけって、何がやっぱりアニメすごいな。あー、1枚アルバム出したら印税がうん、300万くらい。うん。でもいや、300万もらったのが一番。じゃそれは、8、8月32日へ。8月32日へ。 っていうアルバムが新生かまっちゃん一番売れたんだけど、その時の印税が、あの、CD 印税ね。CD 印税が300万。俺入ったの。うん、そう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 。でもやっぱそれ、トータルで言ったらもうちょっともら,もらってる。まあ、うん、それは、それはその時300万だったから、トータルで言ったらもうちょっともらってると思うけどね。当然。うん、トータルで言ったらね。8月3、いや、でもやっぱそれ考えたって、その8月3 0日って3万枚とか売れたんだっけあれって。 4万枚か3万枚か。3万枚か4万枚売れて、俺は、印税300万とか、入ったかな確か。うーん。すごいにゃーって何があ、でもどう、どう、けどそんなもんかっていう人もいるっしょ。うん。夢があるんだかないんだかって感じっしょ。でも、まあ、けど俺結構これはね、あの、後輩に、これからミュージシャンになるってバンドマンのやつらに、言いとっとくけど、こんなもんですよ。こんなもんっ <laughs> んもんつうか、まあまあ、でも十分だよ。でも生活できるから。 生活できるぐらいは、作詞作曲者だったら、生活できるぐらいは、もらえる。うん。悪の花とかは別に、あー、悪の花は別に俺作詞作曲してないから、あれ。宇宙人が作詞作曲したから。宇宙人って火星人ってわけじゃなくて、宇宙人ってバンドね。宇宙人もさ、あれもいいバンドだったね。宇宙人も。バンドいたんだけどさ、そう、悪の花の主題歌書いた。あの子もちょっと多分、なかなかね、ピュアすぎてやめたんじゃないかな。うーん、俺の予想ね、ピュアすぎて。 芸能業界が合わなかったんじゃないかな。多分ね、俺の予想。だって才能はあったもん、宇宙人。不労所,所得だから数万。ああ、まあまあそうっすね。だからありがたい話っすよ。昨日先、印税って。うん。だから俺のレベルでこれ、だから、 30万枚行ったら家帰ったら、そう、そう、俺のレベルでこれだから、やっぱり、ヨネズさんとか、やっぱ、まあまあ、セカワとか、まあセカワは別に俺はもうね、サトちゃんから聞いてるけど、まあ言わねえけど、まあまあ、まあやっぱ夢がありますよ。やっぱ、本当に飛び抜けて、抜けて売れてる連中っていうのは、やっぱり、まあ夢はあるよね。まだだから、行ったら売れれば夢がありますよ。この、この業界も、まだまだ、売れれば、ちゃんと。うん。そうそうそう、セカワとか、ワンオクロックとか、そんぐらいね。 すごいな、そういう理由がだから、新生かまってちゃんレベルだと、俺レベルだと、こんな感じって感じ。うん。でも、俺は、いや、俺は別に、それプラス、イン、あの、インターネットの収入うん。のが、これね、精神薬アレザンスあれあざんす。そう。これ、いつも素敵なアレザンスこの精神薬とか、この、まあ、精神薬とかってか、この、インターネットのニコニコチャンネルとか、そう。こっちの収入が、かなりもらってるから、俺は、だから、だいたい、 結構、いい、いい感じです。だから。うん、いい感じです。だから、今年の年収も、去年と変わんない。今年の年収も、だから、はい、確定申告やりますけど、あ去年と俺変わんないっすよ。この、今のこのコロナ禍の状況で。もうそう。ネット収益でっかい超でかいはい。生きていける北欧くは、かなりどれくらいなんだって何が今貯金いくらそれすごいでさ、すげえな。ネットに、いや、ネットは夢あるよだから、配信やっとき、 バンドマンとかもだから早めに配信、俺みたいに配信最初にやって稼いでて、その上で事務所入りな。で、事務所入るときに気をつけないといけないのが、俺、俺ね、本当に芸能人になる人、これからね、僕のバンドマンだけじゃなくて、アイドルとか何でもいいんだけど、ほんと契約あ、事務所事務所選び気をつけな。事務所でお金、お金の話は絶対、絶対にちゃんとしな。お金の話は。うん。もう、下手したら全部、全持ってかれっからね。うん。全持ってかれるから。その配信の収益とか、何でもいいけど。 うん、物販でも何でもいいけど。うん。何でもいいけど、これ、これはマジな話だから。うん、芸能界、これが多分入りたい人一人ぐらいいると思うけど、マジ事務所は。ちゃんと。そう。これはほんとマジ。俺はたまたまラッキーだったから、そう、俺もね、全然分かってなくて、ね、スタンプをしたからさ。<laughs> そうそうそう。大島亮介の大島スタンプ俺と契約書をさ、今見たけどさ、そう、そのままスタンプをしたからね、俺。だからほんとに、その、お金の話は絶対にちゃんとしな。 マジで。あとは、あの、優し、なんか、なんて言えばいいのかなだい大体みんな最初は優しいから。うん、お、大人汚えから。でも俺はほんと、事務所に恵まれたよ。うん、ほんとにいい人だったからね。うん、うちの事務所、パイフットミュージックね。ワーナーもそうだけど。みんながほんとにいい人だったからさ。よかったけど。でも俺ほんとにそういう話聞くもんいっぱい。特にアイドル。 アイドルはほんとやっぱね、やっぱお金、ね、お金、お金の問題とかさ、いろんな問題やっぱね、まあバンドもあるけど、うーん、わーな、うーん、最初、いや、アイドルとかブラックって、いや、アイドルの方が多いんじゃない地下アイドル。地下アイドルとか。うーん。結構やっぱちゃんとしたさ、やっぱさ、名前がある事務所ってのはちゃんとしてるんだよ。やっぱ地下アイドルとかやっぱちっちゃい事務所ちっちゃい、まあそれバンドもそうなんだけど、その、ちっちゃい事務所の方がやっぱり、そうそうそう、やっぱお金の問題とかいろろな問題そう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 、やっぱ聞くよね。 ああ、経験者語るっていうか、いや、けどこれはマジです。はい。やっぱ、芸能業界入りたい人は真面目にそこは、お金が好きだったら、お金が、お金が、お金がどうでもいいんだったら、別にそこは、そうそう、俺はお金が大好きだからこうやって言ってただけ。お金が別に二の次でいいんだったらその夢の、ね、有名になりたいとか、ね、普通にブステージに立ちたいとか、お金はの,の次でどうでもいいとか、だったら別に、うん。ただそれでも、相性ってあるから、 それでも相性ってあるから。うん。ほんとにね、汚ねえ大人っているからさ。うん。でもやっぱ、う、うん、うんだよね。そればっかは。やっぱ見抜け、見抜くのは難しいもん。ヤクザとかも絡んでそうとか言うけど、いや、のこさん事務所ともも燃えたことないの俺事務所と俺、そのパイットミュージックとってこと 揉め、揉めたって俺が立法的に揉め、<laughs> 俺がもめかかってるだけ。<laughs> 金をこせって <laughs>。うん、いや、だから俺が金をこせって交渉ね、やっぱ俺が全部持ってくからニコニコチャンネルの会とか <laughs>。そう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 。公園寺の喫茶店に呼びつけて <laughs>。うん。まあまあまあ、だから <laughs>、まあまあ、だから、そういった、ね、幸いだから揉めたことはないよ、本当にマジで。うん、だからけど、やっぱそういう話は全然あるから、そう,そうそう、なんかそのね、揉めるっていうか。うーん。 もうさ、上手に立ち回ってていてすごい。いや、違うんだよ。だから、その、スタッフが本当に、本当にね、純粋でいい人たちばっかだったから、それは本当ラッキーだったんだよ、俺は。ワーナーミュージックもね、パルトミュージックも。だから、スタッフに恵まれたんだよ。神聖かまっちゃんって。マジで。うん。美容力してねえよ。ほえで <laughs>。 えー、ライバーってどう知らねえよ。<laughs> ライバーってそれ、これこれが、これこれが所属してる事務所だろ、ライバーって配信者事務所だろ、知ってるけど。<laughs> 知らん、俺なんでそれ俺に聞くんだよ。<laughs> 知らねえよ。勝手に入れよ、お前。<laughs> ライバーって知ってるよ。<laughs> コレタンがなんか入ってるゃん。いや、別にコレタンが、コレコレが入ってるから別にいい事務所じゃないの。うん、これ、あんな有名な。うん、いい事務、あの、しっかりした事務所じゃないの。別にコレタンが入ってるぐらいだし。うん。ああ、運がいいね、誘い来る。はい。 え、業界通の、え、残った、何がえー、芝さんもチングさんもそうそうそう、まあ、めぐ、僕は人間に恵まれてます。メンバーにも恵まれてますし。えー、これこれってフリーじゃないんだ。事務所所属しなかったっけうん、結構配信者でも事務所所属してる人って結構いるよね。なんかね。YouTuber、まあ、YouTuber は当たり前。うーん。みんな結構やっぱね、あの、ネット配信者、やっぱ今事務所入ってますよ。はい。はい。お疲れ様でした。今日顔色良いで、ね、調子良さそうって何か。が。 今日帰ろ、よろ。いや、調子は、調子良くないよ。うん。だから俺多分日々生えてるもん、これ、今。前回の NG フェスで。ちょっと多分、うん。だっていけえもん、マジで。腫れてるし。触るとズキズキするんだよ。うん、やっぱ病院行った方がいいと思うんだけどさ。でもまあ、自然でも治るからいいよ。日々生えてるぐらいは。えっ、ー、と、顔面も、えっ、ー、と、配信者も事務所。ね。 まあ、でもやっぱ YouTuber とかやっぱね、あなたね、YouTuber 特に辞めてるじゃん。ね。やっぱいろいろあるんだろうな。あれ、ズームじゃなくてなんだっけあのなんかヒカキンがいる事務所とかさ、結構なんか辞めてる人いるじゃん。ね。うん。結構持ってかれてんだろうな、あれな。あ、ウームな。ウーむウーむ結構持ってかれてんだろうな。あれな。うん。いや、当然持ってかれてると、持ってかれてるのは当たり前だと思うし、割合がなかなかね。 柴田ライジン出るけど見ますかって。だから柴田は思われ。だからさ、柴田放送されないんだろ、あいつ。<laughs> いや、柴田、普通だから放送され、テレビで放送されるんだったら俺は見たかったよ。だから俺の曲がね俺、俺の曲が使われるかどうかをチェックしに。うん。俺のインターネット熱血男子、柴田に捧げたセコンドで見ろ。だからスパイっていうか誰か行かないの。誰か行けよ、おい。どういうことって何が俺は柴田に あの、入場曲登場曲プロレスの登場曲あいつに捧げてるんだよ。柴田に。だから柴田が、だから、レペゼン地球とたか戦った時はあいつ使ってくれたんだろレペゼン地球と戦った時は俺の曲。だから今回ライジンも、ライジンも埼玉スーパーアリーナで、俺の熱血インターネット男子が流れるかもしんないってのを、確認したかったのに、なのに柴田は地上波で、放送されないっていう。<laughs> <laughs> まあ、うーん、YouTube で上がるかなっていうか、いや、そもそも配信されんの。配信とかもされないの。YouTube とかで、それこそ。まあ、ヒカル、あ、ヒカルくんとかもなんか、なんか、行くんだよね。まあ、確かになか、後の、あ、けど、まあ、動画では残すよな。絶対 YouTube、あいつはな。柴田はなんで放送されるのってないか、あんな顔だからだろう。なそう、やってきてることが、あたり、まあ、やっぱね、うん、売名、売名だけでやってきてるから、柴田はもね、やっぱね、カルマですよ。カルマ背負ってるから、あいつも。 <laughs> あいつもカルマを背負って生きてきて生きて,きてるっていうか、<laughs> あいつこそさ <laughs>、ね。でもまあまあ、柴田おめでとう。いや、おめでとうだよ、俺は素直に。柴田におめでとうって素直に言うよ。うん。いろいろ売名、売名でやってきてる人間だけど。でもやっぱりね、うん。良かったねっていう話だよ、ライジン。すごいよ。いや、すごいよね、けどマジで。売名成功して、いや、すごいよ。初見だよ、残さ久っり。どっちだよ、お前てめえ。同じ釜の飯食った仲ですよね。 えすごいね、おやすみなさい。うん。地上へ出てきちゃいけない人間、すごいよね、軽。でも、残さしバタた応援に行かないけど、うん、まあ、でも誰かちょっとね、それちょっとなんか誰かね、あの、あの、チェック分かったら教えてください。僕の曲を流してるかどうか。そこでね、ほんとにね、あの、同じ釜の飯の、飯を食ったな、な、な、中の絆が、ま、試されるから。<laughs> <laughs> あいつ。 あ,あ,あいつそこでマジで、あのー、別の曲で使ってたらね、本当になんか、イグザイルのライジングさんとか使ったら本当に、ね、あふざけんなよってなるからな。<laughs> いや、そこは試されるだろ。<laughs> 同じ釜の飯を食った仲としてよ。<laughs> なあえー、二人とも何で部屋確かに絆が。ちょ、僕の戦争ちょっとだから、今世界の神聖かまっちゃんなんで、 ちょっとね、ライジングさーな、あの、ちょっとね、これね、あのー、今さ、いや、カバー、世界中の、世界のかまってちゃんってことで、僕の戦争、この、進撃の巨人の僕の戦争のこの曲が、世界中でカバーされてるんですよ。もう、もう一回つ前いから、先月から。もうやばいよね。俺、てかさ、もうさ、あのさ、これさ、あのー、僕、最後にさ、チェックしたのって、ここ、3週間ぐらい前なの。僕、2、2週、2、3週間前、2週間前ぐらいかな。 最近チェックしてないんだよね、あんまり。うん、だからだいぶ増えてんじゃん。検索はしてるんだけど、だいぶ増えてんじゃん、今。うん。だからちょっとありすぎて見切れ、そう、見きれないよ。これ。うん。もっと増えてて、いや、めちゃめちゃあるよ。お茶バッアイスなんです。え、マジで、だってもう200個ぐらいある,あるでしょ、動画。カバー動画。僕の戦争の、そこの新駅の居住の主題歌の、世界中でカバー、カバー動画が上がってんの。 うん、これだから、ね。もう、僕で検索したらもう出てくるからね。ほら。すごい。もう、もう広あかに勝ってっかんね。すごくないうん。広あっに勝ってっかんね。僕で検索して。ね。うん。え、やめ、ね、な。だから、でも、かい、これ、検索の仕方がまたま、またちょっといろんな検索の仕方あるんですけれども、前を、 俺はいつも、マイ、まあマイ,マイ、マイ、ウェイ、マイウォー、マイウォーカバーマイウォーカバーって検索したりするんだけど。そう、マイウォーカバーうん。マイ、あ、でもこの人もすごい有名 YouTuber の人でね、Twitter のリプライとかもくれて、うん、俺 Twitter リプライでね、あの、ね、ありがとうでこの曲素晴らしいですってこの人リップくれてさ、これ結構有名な人だよね。 なんか、つ、なんか登録者人数とかもさ、なんかさ、50万人ぐらいいるんだよね、イケメン。いや、けど、だから、もうめちゃくちゃいっぱいんだよ。まあ、とりあえずこれから、じゃあほ、ほ、本家から見よっか。今、あー、すげえじゃんもう1420、1400、1週間で1000万、ちょい、今1百0 0よい !3 週間で1422万回再生。すごいね <laughs>。ちょっとこれ本家から見よっか、とりあえず。いや、すごいっすね。うーん。 もう、すごいよ、3週間で1400万回再生とかお、お前らできるなぁ。お前らできるまあ、もう、俺、俺ね、ねぇ、ねあなにこれ、ひずるって。よくわかんないけど。あと、もうコメントがもうだから、英語のコメントばっかやん。うん、日本語のコメントを。うん。なんだこいつ。うん。<laughs> ラララ、今こそ。<laughs> こいつおかしいな。頭おかしいな、こいつ。これの始めを10秒ね、狂ってる。だからもう6分前とか、もうリアルタイムでコメントされてんだよ。リアルタイムでコメントされてんですよ。うん、あ、これ、いや、いや、これなに空耳歌詞空耳歌詞ってことラララ、今こそ割引だってことその、イントロ、イントロ、イントロってこと空耳アワーされてるから、俺それ知らない。俺知らないんだけど、それ。 そは耳ついてるで。イオンの。え、どういうこと <laughs> イントロで、ば、ば、ラララ、今こそ、割引だ、みたいな。ちょっとわかんないやつちょっと、ま、いや、そういう動画があるってこと。ま、いや、ちょっと後で。はい。授業中とか流れてきて、集中で授業中に流れるわけねえだろ、お前、この曲が。<laughs> いこいつおかしいだろ。ドラッグやってんのか。授業中にこの曲流れるわけねえだろ。日本人の方います。はい。 かまっちゃん、ありがとうございます。夢、ね、やってほしい。はい。いやー、でも本当にね。うーん、いやー、ちょっといろんなコメントがだからさ、リアルタイムでね。あのー、うーん、適当。いやー、ありがとうございます。本当に皆さん。まあまあまあ、本当にね。ワンピースのアイコンもありがとうございます。まあ、とりあえず、皆さん本当にね。もうこれ、リアルタイムでコメントあるかはね。うーん。常に。多分これ、今もうね、配信見たやつかな。くっそ。やっぱね、これね。でも、あ、ノコさん、ありがとうございます。 まあとりあえずはちょっとね、本家からちょっと見まーす。はい。はい。脳内再生。いや、あれだとね、授業中になりやまないね。はい。いや、1分半。ね。いやー、すごいな。1400万回再生か。どこまで行くんだろうね。1億回は行くのかな行かないかどうだろうな。長い目で見て5000万回再生は行く。 ォークまあ、けど、長い目で見たら一億回は行くかもしれん。いや、これもけど、やっぱさ、中毒性あるよね、やっぱこの映像。うん。最初見た時は俺、キョトンとしたんだけど、まあ、正直な話。 最初このオープニング見たとき、キョトンとしたんだけど、やっぱ、なんかやっぱ中毒性あるよね、この映像も。オープニングも。うん。だってずっと爆発してんだもん。だってキャラで、だってキャラ、キャラが一切出てこないんだもん。さあ、キョトンとして俺。割引にこれどこが割引、かっこいいのにさっきのせいで割引どこ、ど、こ もうちょ、わかんない。えー、ちょっと待って、それわかんどこが割引かな <laughs> 確かに。ちょっと待って、俺が置いて、置いてかライナー、ライナーって <laughs>。なんかもういる。なんかさ、お前ら空耳合戦すぎだろ。最後のとこもライナー、ライナー、言ってるわけねえだろ。<laughs> あのさ、だからこういうとこってこうさ、あのさ、ね、呪文、俺のただの、ほんと10秒で考えた、ね。 もうさ、マジさ、あのさ、俺さ、このさ、部屋の中でさ、マジ10秒で考えたんだよ。マジで、10秒で適当にデモ作、でも作るときに。うーん。なに、ありがとうございます。いっぱい考,考察してくれて。ラ、そう、モンスター、モンスターとか、ライナ、イナー、ライナーとか。そんなさ、そのまんまのことをさ、言うわけねえだろ。アホか。なあ青すぎるだろ。ライナー、ライナー、ライナーとかさ。<laughs> <laughs> そ,それ、マジでやってたらアホだろ。 なあモンスター、モンスターとか、ライナー、ライナーとかさ、ねぇ。でも、ラスティス、ラスティス、ラスティスって言ってます、これは。あ,あ、ラスティス、ラスティス。もう本当に、こういうの、いつもそうなんだけど、え、TikTok でメロディー10秒で作った話、2万いいねされた何それ ?TikTok でもバズってんのえ ?TikTok でもバズってんの俺、それしんない。TikTok TikTok たまに見てんだけどね。やっぱすごいねもう、なんもう、ついてきいてないわ、もう、俺が、俺本人が。 俺本人がついてきてないわ。ちょっともう、ちょ、べたにちょっと、これ、このね、なんか名前ちょっと、どなうなってもかわか,かんないですけど、ペ、ペ、なんかペレ、ペレ、なんかこの方からいきます。はい、なんでもバズるね。うーん。のこさんの配信の切抜きはバズったよ。あ、俺の配信の切抜きはキキ ?TikTok? みんなモンスターでカバーしちゃってんね。ああ、まあそうだね。確かにね。うん。モンスター、モンスター、モンスターってね。勢いすごい、やっぱ、世界のアタックオンタイタンですからね。うーん。 This is my last. 世界のアタックオンタイタンですから。ペレコさんって言うんだ。ペレコさん。うん。結構けど、まあ、俺も改めて紹介する必要ないけど、まあ一応みんなで見ましょう。だってみんな見てる人多いでしょ。とっくにカバー。うーん、でもこれもうね、もういっぱいありすぎて。うーん、このペ、ペレ、ペ、ペレコさんのね。これもすごいよ、この方。もう、この方、もともと、あの、いろんなアニメ。すごい、だってすごい、381万人だよ。チャンネル登録者人数。 381万人うん。さ、こう、だってこの人の、この人の動画でさ、100万回再生いってんだよ。<laughs> もう、90万回再生で。100万回再生いってんのなぁ。まあ、免疫機能でちょっと、ーーじゃあ、ペレコさんのね、ちょっとやつから見ましょう。はい、ガイス、ペレケ。うん、ちょっとちゃんとね、トリ、トリ、トリミングしよう,しょう。はい。 いや、すごい美声、美声、美声だね。この人超美声だよね。ペレコの子で行ういやいや、ちょっと、ちゃんと邪魔しないよ、邪魔しないよ。よ失礼なことはしたくない。失礼なことはしたくない。ちゃんと紹介したい。初めて見る人もいっぱいいると思うからか。けどイケメンだよね、この人。イケメン。 初めて見る人もいるっしょスペイン人わかんないいやえ英語人でしょスペイン語これあき来たすごいよこれ Wow, wow. Who did he have the push? Who did he have the push? 申請かまってちゃうのって言ったら俺クラリネットしかすることねえじゃねえかすごいよ本家よりいや本当だあのねみんな本家を超えてくるから困ってるんですよ本当そうだよねマジ本家超えてきてるやつ多すぎ モンスターモンスターおっさん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 ビューティーボイス。うーん、ビューティーボイス。いやいやいや、モンスト。いや、でも本当に素晴らしい。ビューティルボイス。いや、だからさ、みんなさ、本家を超えてくるからね。マジで。次何見たらいいか。だから、ありすぎてちょっとね、次何を見たらいいかわからん。あー、でも俺これ見たかな。ギターのカバーとかも超すごいからね。 うん。ちょっとじゃあ次はこれを見ましょうか。もうありすぎてね、もうね。いや、めん、そう、みんなめっちゃうまいの。<laughs> みんなめっちゃくちゃうまいの。うん、やばいの、ほんとに。ギターのカバーとかピアノカバーとかやばいかんね。ちょっとこれも、次これ行きましょう。<ー>うん、ギターのカバーです。でこれ、うん、これもなんかすごかった。これすごいよ。 いいよねだって自分の曲がさどこの国か分かんない人にこうやって弾かれてなんかね弾いてくれたりとかまあ日本国内でもさ嬉しいけどもう嬉しいよ本当にやっぱカバーって昔から自分の曲のカバー嬉しいよいや俺昔からだってだって調べたよ、ね、フラメンコみたいな。 フラメンコギターすごいジプシー・キングス <laughs> いいしゃれてら酒場にいる酒バニルみたいな雰囲気だいぶ変わるいやいや <laughs> これさもうさこれやん これやりたくなるの踊りたくなるやつだよこれコサックダンスしたいんだけどね本当はねこうやってコサックダンスしたいんだけどねいやこれコサックダンスするやつでしょいやーでもこれす素晴らしいマジで。 フラダンス。むしろフラメンコ小作家はロシアやん、ね、ウクライナ <laughs> お前ら敵の国だ知らねえくせにウクライナとかロシアとか <laughs>、うん、スーブルな絶対死んねえだろはい <laughs>、うん、いやすごいこんなこれ何使ってんだろうなんか機材使ってやっ,てやったよこれな これすごい,いやメロディーの良さじゃんやバイオリンパートねこれよいやーすごいようんうわあ。かっけえギターだな ブラボー、ブラボー、ブラボー、ブラボー。いやー、だからみんなあと編曲もすごいんだよね、アレンジ。そう。アレンジもね、素晴らしいんですよ。マジで、すごい。いや、本当にアレンジもすげえんだよ。みんな。これはな、これはなんだれこれ見たのか。122万回再生されてるけど。 <laughs> このタコボールおやじのやつ <laughs>。タコ、こいつ、こいつすげえバズってんのよ、こいつ。このタコボールな。うん、これはなんか、面白いわ。面白わ。かわいい、タコボール親将来の残す。 おけがさ、バックで鳴ってるお、おけはちゃんと作られてんだよね。<laughs> なんでおけ、おけはちゃんと作ってんのに。 これだからさ、結構、ま、この人が使、作ったオッケなのかわかっ、作ったんじゃんこの人が。結構真面目な顔して歌ってるかだかわかんないんだよね結構ギャグなのかなのか。何見ながら歌ってんだよわからん。<laughs> 何いや、空中を見ながら歌ってんじゃないの空中を。ブルース・ウィルスとか言うな。デスクション・ンジェネラション。You are the real enemy. <laughs> わーあーどうぞ。<laughs> <laughs> thank you, e r a n c h t h a n k you, e r a n c h t h a n k you, e r a n c h o s s a m Ossam.Thank you, thank you. うん。まぁ、あ、ありがたいっすね、うん。ありがたい、ありがたい。あ、これ、これこ、この、この、この、これもすごいね。うん、これもすごい。これ結構5万回再生しかされてないんだ。これもすごいよ。これも結構前だよね。うん、b r a v 何語ってないわ。え、てかわかる。ちゃっと待って、何語っていうか、 これもね、そう、これすごいよ。二人で、男二人でなんかやってんだけど。えー、もっと再生数これ言っていいのに。ね。これもっと再生数言っていいよね。うん。かっこいやつ。ね。いや、これ、なんでこのボーイズグループって。いや、これちょっと見てください。結構すごいっすよ。はい。本格的に。じゃあ、ちょっと行きましょう。うん。さて、ネモスファンに旬が来ました。あ、そういえば草薙強いっすけあの、 草薙強しは結婚しましたね。ああ。のこさん昔はよく草薙強しに似てるって、あのよく言われてましたけど、とうとう奴がね、生き別れの兄弟がね、結婚しました。おめでとうございます。つよぽん。おめでとう。い <music> これもう映像もさ、映像もしっかりみんな作ってんだよね。 もはやオリジナル。原曲を超えた。いや、結構メ、そう、メタル感ある。 結構メタル感あるカバーしてくれてる人結構いるんだよ、この曲。そう。僕の戦争。結構そう、メタ、メタル、メタルカバーしてる人多いよね。 モモンスターモンススタターーブラボ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 ーおっさんおっさん Thank you very much you これも多分いろんなアニメアニソンカバーしてる YouTuber の人なんじゃないですかね最後うんブラボーブラボー、うん、モンスターではないあモンスターじゃなかった <laughs> <laughs>、うん、えこれちょっと俺これ見てないかなこれ122万回再生されてるやつこれちょっと1回見ていい俺これだ分死んねよこれ何 これ,何だこれ俺じゃん俺じゃねえかよ <laughs> まあいいやだからたまにそういうの曲げれ込んでっからねうんアタックオンタイタンカバー、うん、無断天才いや全然いいっすよあちょっと俺これ死んない ?1 週間前俺これ見たことない え、これなんか全部やってるやつだね、多分ね。一人で。一人、一人400。猫がか、猫がカバーしてましたよって、どういうことね、ね、猫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 の、それ知りたい。それどこ、それどの動画で。猫がカバーしてるってどういうこと猫。ああ、それちょっと気になるわ。ちょっとまあ、とりあえず、こょっと一回これ、一人400ぐらい。 ほんといっぱいあるからねちょっとねけどほんとみんなねやっぱねアレンジがすごい全部やってみたらこれすごいよねこれもラススラススーえこれ同じ人あ同じような同じ人じゃねえじゃんこれうん同じ人だ ルーちゃんのカバー見いや、ルーちゃんとか他の曲もね、あの見たりしてるように。ルーちゃんもけど確かにね、いっぱい合ってるようなカバーね。うん。まあ、本家よりいいのがね、なわけねえだろ。あ。やっぱメタルアレンジなんすね。なんかこういう、ブラストビートみたいな感じだ。 すごいね曲の感じが全然うんあははああはははいいねいいねいやいやおおに何 <laughs> 何 <laughs> まだある <laughs> こっから好きって何俺知らないアレンジきた ほらエレッキエレッキ顔ちょっと寄せてい, <laughs> いやアレンジちょっと入れてやえっかっこいいねあちょっとかっこいいねここここかっこいいねえっここかっこいいねこれライブでやってよ100年練習してもできない俺がうわまた来たこれここに戻るまたここに戻る 嘘でしょうわっ今の首の曲がり方何どういうことよ首の角度ないわ貴公子よやこれこのアレンジすごいなんかすごいねこんな発想俺はできない いや、本家は感心するとかなんだっていや、だって、アレンジってやっぱさ、人それぞれのやっぱ個性出るから、こんなアレンジは俺はできない。あセイキンはまだです。セイキンは取りでしょ。はあ、素晴らしい素晴らしい。ブラボーブラボー、オッサム、オッサム。Mm hmm. Thank you very much, thank you very much. いや <Hey. S 2>、素晴らしい。ブラボー。 個性強すぎっていうか、いやでもやっぱ各々おのおの,のいやこれもね、これもいた。この子も見た。いやもうね、すごいね。もう紹介したのもいっぱいあるんですよ。もう <laughs>。いやもうね、すごいんだよ、もう全部。普通に。うーん。猫ちゃんいたってないが今かわいい。い これすごいよねけど、これこれすごいよねいやこれすごいこれ何語なんだろうねいやもういやこれ素晴らしい このアレンジすごい俺これ好きあスペイン語なんだウクライナいや素晴らしいいやこのバージョン好き俺、ね、んかファンタジー感あるすごいファンタジー感ある I love you.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 Addrax, you. 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 thank y o u s a n c t i v e y e 素晴らしい。今のアレンジ、いや、俺好き。ファンタジー感って、こんな風に、そう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 。かまちゃんけど女の子合いますよ。シンディーローパー・ロパうん。いやいや、でも本当に。え、猫ちゃんってどれようん。いやこの子も素晴らしいよ。この子も。うん。この子を見たし、この子を見たし。もう猫ちゃんってどれだようん。おやすみなさい。 うっかりモンスター。上えどれ上上ってどれこれどれどれ猫って。猫見、めっちゃよかった。猫みたい。ちょっと上に猫。ちょっと上あこれかあ、これかあ、これか,あ,これかあ、これなんか俺一回見た気がする。これなんかちょっと。これね猫が歌ってるやつ。はい。これなんか猫が結構再生80万9、 90万回再生ぐらいされてますね。猫がなんか、ニャー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 、ニャーニャーニ,ニャニャ言ってんですよ。うん。なんか見た。なんか怖くね。いやいや、これね、これはね、あの、もふもふ動画ですよ。はい。パクパクする猫流行ってるけど何、なに流行ってんの <laughs> 知らねえけど。まあ、とりあえずね、もふもふ動画行きましょう。はい。 だだけだっけ俺の記憶ではニャー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 言ってる記憶だったんだけど。 受けてるやついるじゃぼすぎるめっちゃ壺にはまってるやついるじゃんマジかでもやっぱ90万回再生今日初めて声出して笑ったそっかまあお笑いのツボはいろいろまあみんながねあなたが多分普通に。 ね、ワールドワイドなんですよ。笑いのツボが。これ世界中で流行ってんだ。猫がパクパクさせるやつ。俺ちょっとごめんね、わかんなかった。でもまあまあ、ありがとうございます。Thank you very much.Thank you, thank you. あ、uh, Thank you. えー、流行ってんのかなえー、ちゃあ、ちゃあ、なんか、ちゃち,ちゃんとさ、なんかさ、歌ってるやつとかあ、み、これ三笠さやつ、こっちのいや、もう全部紹介いや、もう全部紹介したい、しないとな。ダメだよな、これな。 いやもう全部紹介したいんだけどさ本当にいにこれも素晴らしいっすよかっこいいかっこいいこれいやこれ日本人じゃないでしょえこれ日本人ではないでしょえこれ日本人ではなくない日本人なんこれそうもはや MV え日本人なんだこれ 顔立ちが俺もなんかすげえロシなんか海外の人だと思あ日本人だ、ね、えあそうなんですねありがとうございますえ俺海外の人だと思っただって背景がだって明らかにクリスマスじゃねえか日本,日,本日本の背景じゃないじゃんこんなイルミネーションがあってさえこれ日本人なんすげえ え、じゃあ映像もじゃあ、すごいスタジオとか借りてやってくれたってことなのかな日本人なんだ。え、ありがとうございます c CG じゃねえだろ。どこやうん。めっちゃ凝ってる。いやえ、日本人のかなすごいこれあれ。これマイクね。なんだっけこれ。 なんか、パトフォンみたいな名前のやつ使ってちゃんと証言してくれてる。いやいや、素晴らしい。ありがとうございます。メガフォンだ、メガフォン。え、この人、日本人この人日本人なんちょっと待ってよ。みおちゃんねる。あ、日本人ぽそうみおちゃんなんみおちゃん、みおちゃんありがとうございます。みおちゃんねるっていうか、日本人ぽそうだね。ー。 日本人やった。多分多分ぶん、多分に。まあ、とりあえず、ありがとうございます。いや、いや、もうね、この方もこの方も、ワンダフル、ワンダフルなんで、ちょっと、ちょっとなんか自分が見てねやつとか、なんかね、いや、てか、一番ちょっとね、紹介、ねピアノストリートピアノのやつやっぱ多分みんな見てると思うんだけど、あれやばいな <laughs> あの、ストリートピアノ。まあ、あこういっただけでわかるぐらい伝わると思うんだけどさ、どこだろうストリートピアノ。 ねえ、あれ再生数もエグいじゃん。うん。なんか噂によると、なんか、ストリートピアノのやつ、あの、うやなんこいつははは鎮座ドープネスかと思った <laughs> <laughs>。あ、じゃあ、俺の曲じゃねえか、しか五5年前だから <laughs>。5年前だから <laughs> 俺、俺、じはびっくりした。鎮座ドープネス、みたいなやつが、なんか俺の曲リコーダーったのかと思った <laughs>。 5年前だから違うよ、これ。おぉ。<laughs> ちゃって、ちゃって、ちゃうピ、ピアノのやつどれだよ。ピア、あ、これも、これもなんかね、あの、キーボードクラッシャーみたいなのすごいよね。あれどこ、どれ、どれ、なん、なんてやったら出てくんのかなマイウォー。うん。ヘビ出てきそ <laughs> マイウォーカバー、ちょっと待って。ピア、ピアノってやったら出てくるかな。うん。 電卓の何って、いやだからタイピングなんかね、タイピングす。なんかキーボードクラッシュみたいになんか。電卓、なんかタイピングす。あれストリートピアノのやつで、出てこないな。うん、ストリートピアノってやつ、打ったら出てくる、うん、なんか結構再生回数あれさ、言ってるからすぐ出てくるもん。まあ、それ、引いてえ顔してんな、俺。じゃ <laughs> しかもこれ、また別のやつじゃねえか。で、ドラレ疑惑なの。<laughs> <laughs> 手取られてねえわ <laughs> ちょ待っ。ちゃってなんでその動画てくんだよ <laughs>。叫んで<ね> <laughs>。なんで出とる。え、じゃあ僕の戦、あ、僕の戦争で出てくる普通に。うん。僕の戦争。はい。これ、これまあ俺のやつですね。僕の戦争で出てこないよ。うん。うん。 あこれもすごいこれファミコンカバーこれ。これもすごい。だから俺結構やっぱこの曲、やっぱね、ロマシングサガとか、ファイナルファンタジーとか、やっぱゲームミュージックに影響を受けた俺のやつ出てるんだけど、まさにこれね、こういう感じですよ。行行ない僕はいい。俺ゲーム、<行>ゲームミュージックを作る人になりたかったからもともと。うん、画面ちっちゃいな <laughs>。 えそう、8ビットカーバー。編集能力、これすごいよね。これもわざわざ作ってくれて、映像凝って。 でも、8ビット、これ、すごくない ?8 ビットカバーって、神聖かまってちゃんって、なんか昔やってくれた方もいる,いるんだけど、昔の曲ね。あれもめっちゃ良かったな。そう、神聖かまっちゃの、なんか、昔の曲も、8ビットカバーみたいな。うん。あれも良かったよ。うん。そう、メドレーのやつ、メドレーのやつ。サンクラにもある。 でも、こういうことですよ。僕はゲームミュージックを作ってる人だったら、こういう感じに作ってるストリートピアノってこれだけ似だ <laughs> ま、この、どこがストリートなんだよ。いや、でもいいね。8ビットにしたポケモンっぽい。これよ、ねこれいいよね。いい曲で、いや、やっぱ元の曲もいいっすからね。ね、これいいよね。リンク貼ってくれてたあ、そう、ストリートピアノ。 あ、ちょ、待って、待って、すま、すいません。すません <laughs> いや、これさ、すごい、がん、めっちゃさ、どんな、これ、これすごいよ。プログラマーの人が作ったのかなこれをすぐ作れるってすごいよね。これをすぐ作れるっていうのは、ほ、ほんとすごいよ。だって、は、2週間前、だってもう、は、曲発表して、だって、ね、 本当、それこそ2週間とか、1週間とかで作ったってことでしょやばいよね。アップするの層、みんな層、早すぎるよ。うん。自分の、僕の、あ、あ、これだ僕の戦争をストリートピアノで演奏してみた。いや、あ、100万回再生超えてる。はーい。これっす。100万回再生され、カバーで100万回再生されてるのもすげえ話だよな。うん。これすごいよ。 いや、これはちょっともうねもうモノくんが見ちゃったらまあモノくん見たって言ったけどうちのキーボーディストもう本当に、うん、あもうなんか旅行箱根温泉とかもう旅行に行くしかなくなるやつだよししかし今年はい,ろいろ<あ>旅行の動画流れてるじゃんしかも箱根温泉とか行き,行きてえなホン <So, S 1> そうそう <laughs> さあ<タッ><タッ>。これどこなんだろうな、これな。このイオンみてえな場所。うん、これどこでやってんだろうね。トイザラスとかイオンみてえな場所。どこの国いや、国もわかんない。どこだろう国もわかんない。アジア。ララポート。でもなんかどっかストリートピアノやってんでしょ、これ。うん、これすごいよ。 オーストラリアすげえこオリテいや鍵盤としてスカートしたらこんなんもう俺ら3人ともいら,いらなくなるだろう。 君がいいててるるわ,わけねねえだろ弾いてる人物んだろ人よねってうちのキーボーディストが、ね、150回生まれ変わってもこ、こ、ここの境地に至れないと思う。クラシック習ってる人とか、そういうね、人体型似てる。<laughs> パーカーし、パーカー着てるだけだろ。 もうだから、これさ、あの、レボさんのさ、曲にさ、ね、そのグレンのさ、これにさ、コード進行がさ、一緒ってだからさ、言われてんじゃん。それ、た、たまたまだからね、これ、俺、なんかさ狙、狙なんかさ、インターネットでさ、その、ネットで考察でさ、ネットの考察で、いや、これたまたま当たり目じゃん <laughs>。当たり目じゃん、たまたまだよ、これ <laughs>。 <laughs> 狙ってるわけねえだろ。え、これたまたまだよ。<laughs> 狙ってるわけいや、当たり前じゃん、これ。え、ちょ、当たり目ちょ待って。ちょお前ら待って、お前ら待てお前ら待て俺、レモさんのグレンの夢を意識してお前曲作るわけねえだろ、お前、俺がよ。これたまたまだからね、奇跡だよ。じゃ、だから、これカバー動画でさ、見てさ、そのなんかさ、この考察の、そうネット上でさ、見てさ、それさ、え、マジかよって思ってさ、そう。 それでこうやってカバー動画で繋げてる人い、い実際言ったから、マジでコード進行、これなんか一緒なんだって思って。これたまたますよ、マジで。狙いや狙ってない。これ狙ってたらすげえじゃん。てか、逆に。逆に狙ってたらすげえじゃん。ふふ。狙ってこの曲かけたらすごくないふふ。<laughs> いやけど本当にこれたまたまなんですよ。はい。ちょっと夢を奪うようなこと言っちゃって申し訳ないんだけど、そう。<laughs> ちょっといろいろとこういうこと言う必要ないと思うんだけど、これは、 たたまたまなんですよ、マジでそうたまたまでもすごいよねいや考察の夢がそうなんだよねあんまり俺喋んな方がいいんだよね <laughs> いや、でもこれがすごいあー奇跡だあーいやいやどうなんだろうたまたまむしろすごいよいやけどこのおっさんすげえめっちゃピアノうめっていうか <laughs> なんかうちのスタッフがうちのスタッフも見ててなんかうちのスタッフが言うにはうますぎなあのねうちのスタッフが言うにはちゃっかりなんか商売してるっていう噂もなんかわかんないけどカバー音源をもうなんかなんかリリースしてるみたいな <laughs> いや全然いいんですけど多分印税ちゃんと俺に入るから。 ちゃんとと俺に入るからまでいいと思うけど無許可まあわかんないまあまあわかんないけどなんか言ってた花木くんが言ってたいやでも素晴らしい素晴らしいねえずっとこれカップルがこいつらがイチ,イチャついてんだよねこの動画と <laughs> <laughs> 適当に拍手しやがって最後にいやでもワンダフルワンダフルブラボー いや、ちょっとこれもう切りねえわ。ちょっとまた明日やろっかな。カバー動画。これちょっともういろいろあるから、もうネタは。ね。うん。ちょっと明日に備えて、またね。うん。これちょっと本当にもうね、200個ぐらいあるから、カバー動画。本家見ようぜ。いや、本家もう明日見れよ、また。 明日があるから、セイキンはもうだから <laughs>、セイキンでも <laughs>、セイキンのあの、いや、そセイキンさん本当にちょっとね、あれ <laughs>。だから、なんて言えばいいの俺、これ <laughs>。俺、セイキンさんに対してなんて言えばいいのこれ、俺、これは <laughs>。うん、なんかもう、セイキンさんの、なんか、本当に、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、うん。お茶爆会さん、セイキンさんも愛されてるからね。お茶爆会さん、いや、セイキンもね、けど、本当愛されてるからね。だからこそ、ああやってね。うん。 そん止めすんなって。いや、また明日ね。疲れ様です。いやー <laughs>、キンはだから <laughs>、キンは今どっかで生きてるよ。ちゃんと。いや、でも明日本当にカバー配信者ファンから、本気動画に流れてきてほしいですね。まあ、どうなんだろうね。うん、でも流れてくる人もいるんじゃん。うん、ファンになるか分かんないけど。いやー、ちょっと俺も、なんか、何しよっかな、これから。眠いわ。なんかもう、お酒飲んでちょっと眠くなっちゃった、まったり。 うん、今日全然俺夕方4時に起き、起きたから、夕方の4時に起きたから、まぁ、あ、ちょっとやっぱ早めに起きたからちょっとやっぱ眠いわ。うん、もうしこって寝るわ。もうこれからちょっとね、あの、寝ます。おなにして寝ます。寝るか、明日、けど明日夜10時から明日に備える。クラッカー買いに行かねえとなってか。クラッカー。なんかそういうのあ、あった方がいいでしょ。なんでしこるなって何が男を、男はしこらないとやってきねえんだよ。お茶、お茶バグアイズ しこらないと眠れねえんだよ。クラッカーするえ、だってクラッカー、あの、年越し配信とともにパーンってクラッカー鳴らした方が、みんな的には見栄え的に嬉しいでしょ多分。え、そうでしょなんか年越したって感じになるでしょ大掃除するのがしねえよ <laughs>。お茶ばグアイザすス。お茶バグアイザース。なんで大掃除するんだよ。<laughs> なんで俺が年越し年越す瞬間。面白いけどシュールで。それも。お茶バグアイザース。ね。あ、お茶バグアイザース。 うん。ね、選択したりとかさ、ね。でもちょっと俺はね、ちょっと今回ホストなんで、ズーム、ズームやんないといけないから、ちょっとスマホで配信ができないから、ちょっと悪いけど、パソコンじゃないとできないから。うん、パソコンね、これデスクトップ持ち上げて、お茶バグアイザすね。パソコンのこの重たいデスクトップ持ち上げて、ね、お、大掃除すれば配信、ね、打つ、大掃除しながらできますけど、重たいんで、お茶バグアイザす。はい。それはちょっと重たいんで、ちょっとなかなか無理っす。 だから、ちょっとどっちかっつうと、僕ホストなんで、そう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 、明日、ズームの。うん、だから、どっちかっつうと、あの、お茶まくらいずです。モノくんとかミサコさんが、ね、なんかやってくんねえとな。あいつらはスマホから、ね、ゆうのすけとか、あいつらはスマホからさ、参加できるわけだからさ、ね。俺はパソコンじゃないとダメだから。まあ、ちょっとね、外配信行けとか言え,言えねえけど、外配信行けとかはね。ね、モノくんとかね、 あの、なんか、よくわかんねえ。犬犬ワンコロ見せろとか。なんか、そういうことはできるかもね。うん、犬見せろとか。親父見せろとか。親 <laughs> 親父見せろって。<laughs> 親父、親父でできたら面白いけどね。<laughs> いや、まあ、親父で,できたら面白い。おちゃまガーザーす。俺を、俺、モノ君とア出てんじゃん。あの、俺、親父をさ、だから一周しか見たこ、あの、一周しか見たことないんだよ。親父。おちゃまガーザーす。 昔ね、あのデ、メジャーデビュー前に、あの、授業参観みたいに、あの、モノんのお父さんとお母さん来たの。<laughs> あいつの初めてのライブ。当時21、あの、1歳とか20歳で、20歳とか21歳で。<laughs> 20歳とか21歳でさ、親呼ぶやついるかよ。<laughs> 初めてのライブで、モノんの。セ <laughs> ーシーアグアイザース。モノんその時ドラムだったんだけどさ、そう、そう、もうその時お客さん、ほんと3人ぐらいしかいなくて、残りその2人がお父さんとお母さん。<laughs> <laughs> それで、それでさ、俺さ、めっ、その時、なんか、まあまあ、なんかね、まあ、なんか結構ね、今よりなんか、アングラな、アングラな感じの香りちゃんとかやったりとかさ、そう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 、初めてのライブね、懐かしいよ、ねえ、あ、でもその映像もけど、いつか、あのー、会員限定であげますよ、正規動画に、その映像残ってるから、新生活マッチュ初めてのライブの、俺が二十歳、21歳、お茶目ガイザンス。 二十歳か二十歳の時の、そう、そうそう、その動画残ってるから、それはいつかね、ニコニコチャンネルであげます。はい。うん。そう、ものくん切れた。そう、俺がその時、その初めてのライブで、あの、このね、ボーカルエフェクターこれ、これボーカルエフェクターね、ボーカルなんか、ね、これなんかさボ、こうやってボイチェンにしたいとか、ね、こういったのあるんだけど、そう。そうあるんだけど、これぶっ壊れちゃって、ライブ中。ライブ中ぶっ壊れちゃってさ、 それでさ、ライブ止まっちゃって、途中で。途中でライブが止まっちゃって、それでもう、みんなで焦って、そうそう、それでライブ終わった後に、もうモノ君がめちゃめちゃブチ切れて、俺に対して。お前ふざけんなよって。<laughs> 親も、親も呼んだように恥かかせやがってって <laughs>。まあそこまでは言わな、言ってなかったけど、とりあえず本当に、うん、すげえなんかブチ切られた、俺。うん、まあでも懐かしいっすよ。 枯れ、うんうん、なかった時期だっていやそりゃそうだよだってもうそんな二十歳とか二十歳だもん、うん、まあまあでもまあまあとりあえずそんな話はまたね明日しましょう、うん、まあ明日とりあえずそのねモノ君とミサコさんと俺で3人でとりあえずリモートで始まりますいやそこ怒るとこってね本当だよねわけわかんないとこで怒った昔モノ君って、うん、あいつ本当だから今は本当トあいつもう牙の抜けたたただのさね、うん、ハムスターですよ 昔は狂犬だったのにね。うん。今はもうただのハムスターですよ、あいつは。生理だったのかも。いやいやいや、昔はだって狂犬だったじゃん。配信でもさ、俺のことさ、すぐぶん殴ったりとかさ。ね。うん。お茶番ガイザンス俺昨日ツイッターのリップ欄でも言われたけどさ、本当一番丸くなったのモノクンだと思うよ。このバンドで。一番、昔はゴリラいや,いや、あのね、一番丸くなったのモノクンだと思う、本当に。ね。あん。 いやー昔のモノくんの良かったよって。いやいや、もう人は変わるんだよ。精神薬アイザんスうん。今は今でね。今は今で良さがあるでしょ、みんな。うん。わかんないけど。<laughs> 失われただけかもしんないけど。はい。うん。なんかあったのかな体力がなくなったんだよ。うん。もう俺たちおっさんなる体力、もう怒る、怒る元気もなくなるんだよ。うん。お前、お前らクスワキどもも,もう、な。お前ら子供たちも、いや、適当じゃないよ。お前ら子供たちも、ね。 ガキどもも、俺のこの30過ぎたらわかるから、怒る元気もなくなってくるからな、ちょっとずつ、ちょっとずつ。なぁ、ほんと、覚悟しとけよ。なぁ、そう、めんどくさくなんだよね。年かさると怒るのも。そう。余計なパワー使いたくなくなるんだよ。お茶バックアザす。いや、まだ若いだろ。そう、まだ若いよ。まだまだ若いよ。うん、30代はまだまだ若いです、僕は。うん、まだまだ切れてます。ノコも落ち着いたね。落ち着いてません。はい。まあ、落ち着いたやつは、お前、こんな配信するわけねえだろ、お前よ。なぁ、酒飲んでさ。 団地からさ、さここんな服着てさどうがついててんだ俺がさ丸くなったりった言われるけどお茶いや、俺特に若いってそう。俺だって、だって、食べの人いるでしょ俺、同世代の30代の人たち。なあ、30代の人たちからし、ね、同世代の人たちからしたらさ、ちょっと落ち着で、ね、あのさ、同世代の人たちから、ちょっと、残さんって、まだまだキレッキレだよね。マジで。なあ、まあ昔の俺と比べたらってことだけど、30代にしたらまだこんなキレッキレだよな。頭おかしいよな。 お茶バックアイザース。頭おかしような。35歳でこんなことやってんのにね。なぁ。頭おかしよな。なあ,っななあえー、っとえと、ー、昔女性ファンにキレタウスをとわってるってことキレた。今日晴れだね。あぁ、あの、世界デビューしてるから。でもこの服かっこいいっすね。はい。いやいや、でもな、まだまだピチピチですよ。まあ、よまあ、言ったら、気分は40歳ですけども。ね。まあまだやっぱ30代、40代は。まだまだやっぱね。 人生100年ってもし考えたらまだまだまあ若いからね。もしね、俺がね、150歳から120歳まで生きたらさ、そう考えたらまだまだね、うん、若い若い時代ですよ。そう考えたら。あーいやいやいや、そんなとりあえずね、皆さん一緒にね、まあ年を取ってる方もいっぱいいらっしゃると、まだまだ若,若いって言うけど、お茶番ガライダんす。いやお前らって、一緒に年取ってるやつだから明日さ、年越し配信13回目だよ。 2008年からね俺も2008年から配信してるけどさ一緒に年取ってやついると思うけどね毎か毎年見て途中から見てる人もね新しく見てる人ねあ明日初めて見る人もさみんなまとめてね成仏だねみんなまとめて成仏させてやるわ明日15周年ああ楽しみああ残さんってオフ会しないのって何が <laughs> お前な、なんか、なんとお前感じがしてんだ俺よ。俺をよ、オフ会しないのって。なん,なんだお前。俺さ、世界、世界的アーティストだって言ってんだろオフパコぜ。オフパコって響きエロい、エロいよね。オフパコっていう響きはエロ,エロいですよね。オフ会、オフ会とかしたいな。いやできたらね、そんなもんね、したいぐらいですけど。ね、本当にね。 30人ぐらい集めて。<laughs> 女集めて、女も <laughs>。ま、そんなことはしませんけど。<laughs> ま、とりあえず、明日とりあえずね、よろしくお願いします。<laughs> えーっと、チェキッカイオフ会お深い連れるよ、したらいいじゃん。迷惑配信者に多いからな。あー配信者と、なるほどね。オフ会したいわ。オフ会したい嘘でしょ、俺と。お、俺とリアルで会いたい会って喋りたい、えー、いや、そういう人もいるかもしれないけど。いや、なんか、ぎゃ、逆に別に会い、会いたくねえって人の方が多いんじゃん。リアルでは。 なんか別にこうやってリアルでこうやって喋りたいとか。まあ酒飲む、うーん。別にこんな酒飲んだらこういうテンションで俺グイグイ行くかもしんないけどさ。残さ大人そう…いや酒飲めば大丈夫俺。酒飲まなかったらもうお互い微妙な感じで終わると思う。なんか。うーん。でも俺結構ね、あのね、結構大丈夫だと思う。今までなんか握手会とかやった時とかさ、ね。緊張する。あ、けど、 ね俺だってガンミしたもんね。握手家やっ、あ、BB かまっちゃう、BB クイーンズとさ、あの、BB かまってちゃん踊るポッポコリン歌ってた時さ、握手家やったじゃん、ライブ終わった後。そう。その時俺もう、お前らをこう、ガンミ、ガン見してやったからね。うん。そうそうそう。あの時ニコ生でめっちゃ煽られたから、リアルではこいつはどんな感じで食うんだって。そう。でもみんな大体やっぱり普通に、ね、目合わせな、目合わせないか、な、なぜか、俺だけスルーして、あれショックだ、あれめっちゃショックだったんだから、本当に。 ね、俺だけ、他のメンバーとかさ、握手して、俺だけスルーしてさ、でもあれって、ね、俺のこと嫌いってわけじゃなくて、本当に、のこさんは噛みすぎて、みたいな話聞いたいや、俺本当あれ気づい、気づいたけど、まあ、そういうことなんでしょそういうことなんだよね。うん。そういうことなんだよね。好きすぎてってことなんだよね。<laughs> いや、本当にね。うん。けど、リアルタイムではマジで本当に、もう、えってなんでってえ俺だけなんで 主人公の俺をなんでこいつスルーすんのって。歌詞の話だろって。ね。うーん。まあけど好きすぎて無理ってことなのかな。でもまあまあまあ、まあ。うーん。握手会した時はまあそんなね、感じの人もいましたから、絶対目合わせられないみたいな。うん。人も結構いましたからね。<laughs> えー、大阪のお渡し会ニコニコしてて表紙抜けした。<laughs> うるせえ死ねばけ。<laughs> <laughs> それは、そういった経験があったからなんだよ。ガン見して、だからそんなね、なんかスルーされたから、だからニコニコね、した方が、やっぱ、もうちょっとみんなは、とっつきやすいかなって思ったから、だから愛想よく行ったんだよ。やっぱ、なんかのこさんにはもうちょっと確かにね、キャラのイメ,イメージがあるから、ね、あの、ほんと包丁持っててもらいたいぐらいな、あるんだろわかるよ。わかるよ。具愛想で。うん。そうそうそう。いや、それはわかるんだけどさ、ほんとになんか、 いろんな人いるからなかなかね難しいんだよ。うん。でもなんか、けどまあ、そういうこと、こういうことす、なんかね、そういうことやる機会もなんかね、ないだろうね、今後な。うん。あんまりないと思うよ。そういうことをノコのコて、包丁持ってくれたら行く。うん。いや、だから、固定やった時ぐらいじゃん。うん、ディナーショーとか。ね。ディナーショーとか、固定やらない。いや、申請かまっちゃうんじゃないんじゃん。うん、ディナーショー、なんかそういうのは、こうね、うん、将来あ、あれば。そういう時じゃない。 えーとりあえず、な、のこのこてんね。そうそうそう。それはま、まじでね、あるかもしんないね。そういうのは将来ね。将来、将来。じゃあそんな感じで、また明日よろしくお願いします。夜10時からやります。はい。夜10時からやるんで。はい。年越し配信、ね。2021。2021年ほんと、ね。もうなんか、すごいよね。2021年ってすごいよね。みんなさ、キッズは10代の、 20代前半の人たちは全然さ、そう,思,う思わないと思うけど、俺たち30代過ぎた人たちからしたらさ、20代後半の人もそうか,かもしれない。未来、未来だよね。未来。完全に未来にいるよね。うん、2021年ってそ、そう、ドラ、俺もドラえもんみたい。2021年だよ。そう、車が空飛んでると思ったもんね。そう、車が空飛んでたはずの、そうそう、くっと、ところはどっこへ。 ね草むら、草むら走ってね、ね草刈りしてる。なあ、滅亡する予定だったしな。もっと進化してると思ったね結構全、そう、だから俺も全然小学生の頃から全く周り変わってないしさ。ほんとに。うん。お茶バックアイザンス。俺ま、ほんと変わったの。周り変わったの。あれだよ、大英。大英が、イオンになったぐらい。あと、コンビニができた。うん。でも、これでかいね。だって俺小学生の頃、コンビニなかったからね。 セブンイレブンとかファミリーマートとか。そう、コンビニってなかったんだよ。昔。うん、コンビニ。うん、俺が中学生か、そんぐらいからコンビニってで,できたもん。そう。そう、コンビニそう、なかったんだよ。そうそうそう、そうなんだよ。なんか、ダイエ、ダイエしかなかった。ダイエ。うん、ダイエか、駄菓子屋さんペンテルみたいな。ペンテルみたいな、駄菓子屋さんしかなかったの。そう。うーん、スマホくらい いや、だからみんな今のね、あの若い子たちは本当に生まれてから当たり前のようにコンビニがあるとかインターネットがあるっていうのは恵まれてるよ。うん、まあまあある意味ちょっとね、不、不都合なこともあると思うけどさ。まあまあまあ、とりあえずね。うん。そんな感じです。山崎だった。ジャスコってイオンだったのか。うん。ネットあんのはすごい。 いやでも、いや、今のガキどももけど、やっぱ LINE とかなかなかめんどくせえ、Twitter とか。俺自分の時代なくてよかったよ。LINE とか SNS。SNS SN あったら大変だったよ。ほんと。想像したくねえ。うん。だから今の若い子は大変だと思う。うん。こんだけ身近に繋がれるって。うん。そうそう。あお頑張って。応援してるから、のこさんは。ね。 のこさんはね、お前の気持ちわかるから。めんどいよ。ね、絶対めんどいと思う。グループ LINE とか。あまあ、とりあえずさよなら。また明日ね。はい。ない時代に生まれてよかった。あ,ありがて。それのこさん結構前から言ってるよそうだよ。だってわかるもん。グループは LINE をマジでだわかるわかる、うん。おやすみなさい。じゃあね。またね。年越し配信じゃあよろしく。またね。ちょっとほんとグダグダやると思うけど。 なんか今日以上にグダグダやると思いますけど。はい。まあまあ、そんな感じで、とりあえず、ね、やりますわ。おやすみなさい。はい。おやすみ。バイバイ。じゃあねー。